一つ目、大牟田4人殺害事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前すごい映画見ちゃったの。どんな映画を見たんだ？間宮祥太朗主演の全員死刑って映画よ。かなりショッキングな内容だったわ。ああ、何せ世界でも類を見ない。家族全員死刑の事件がモデルだからな。え？あれってフィクションじゃないの？2004年に福岡県大牟田市で発生した、強盗殺人死体遺棄事件をモチーフとしているぜ。詳しく聞きたいわ。まずは事件の概要から解説するぜ。お願いするわ。2004年9月、福岡県大牟田市の暴力団、北村組組長一家が知人家族を、殺害するという事件が起きた。映画でもヤクザという設定だったわ。動機は何だったの？動機はまず金、そして恨みや妬みだな。お金と恨みって、とんでもないパワーを生み出すもんね。事件後、母親マミと次男高弘は、起訴事実を認めて供述したのに対し、長男高志は全面否認したぜ。へぇ、父親は？父親実夫は、すべての罪を、一人でかぶろうとしたんだ。父親は家族愛を持ち合わせていたのかしら？それはどうだろうな。この事件は前代未聞の家族全員死刑なんだぜ。全員死刑になるくらい残忍で卑劣な犯行だったのね。福岡県大牟田市の北村家は暴力団一家で、父親で組長の実を60歳、母親まみ45歳、長男高志23歳、次男高弘20歳は、全員が北村組の構成員だったんだ。え？家族全員が組員だったの？息子二人は相撲力士だったが、大成せずに短期間で引退し、父親の組の暴力団員として活動していた。二人とも元力士ということは、腕っぷしは強かったのかもしれないわね。北村組は指定暴力団同人会の、三好団体で、組員は5、6人程度だ。金回りがいいとは言えなかった。そうなの？主な収入源は、工事現場に作業員を、派遣する石橋建設としての売り上げだったぜ。作業員の派遣だけなら、ヤクザの看板背負う意味あるのかしら？確かにな。そしてマミには、違法闇貸金業を営む C さん58歳という知人がいた。ある日、C さんは借金の取り立て業務を、マミに依頼してマミはこれを承諾。仕事で組むと友人としても付き合うようになった。借金の取り立ても組の収入源になって、C さんもヤクザの看板を利用していたのね。だが、そんな良好な関係も、2000年に起こったある出来事を機に崩壊していく。どんな出来事があったのかしら？2000年6月、石橋建設に勤める、18歳の少年が突然辞めたのに腹を立て、長男の高志は友人6人と殴る蹴るの制裁を加え、少年を殺害してしまったんだ。それで刑務所に入ったの？ああ、この事件で高志は傷害致死で、懲役3年6ヶ月の判決を受け、刑務所送りになったぜ。そして同年、組長の実夫は組員の妻と、肉体関係を持つという、組長としてあるまじき行為をした。怒ったマミが離婚を切り出すと、実夫は家にガソリンを撒いて暴れたぜ。父親もかなりのクズだわ。結局離婚はしなかったものの、元来財政の苦しい小さな組は、これらの事件でガタガタになり、上部団体への上納金や生活費などで、6600万円余りの借金を抱えるようになる。実夫は車上荒らしで逮捕され、北村一家は破門の危機も、囁かれるようになったんだ。あっという間に転落したわね。マミは C さんに金を借りるようになり、その借金はたちまち数百万円にも、膨れ上がってしまったぜ。C さんも小売貸しの闇金でしょ？なんだか嫌な予感しかしないわ。霊夢の予想通りだぜ。返済が遅れたり、借金取り立て業務が、うまくいかないときは、C さんが嫌味を言うようになって、実夫が車上荒らしで逮捕されたことについても、小馬鹿にするなど、立場は完全に C さんが上になってしまったんだ。さらにマミは取り立てた金をごまかすなどして、金銭トラブルも発生するようになっていく。そのため C さんはマミに自宅の、草取りなどもさせるようになったんだ。ヤクザを刺激したら危ないわよ。2004年6月下旬にマミは C さん宅の、改装工事を請け負ったが、C さんは借金と相殺すると、工事代金を支払わなかったんだ。そう言われたら仕方ないけど、そんな態度に我慢できなくなったマミは、7月頃には常にいつかあいつを殺してやる、というようになっていたぜ。ただの逆恨みじゃない。マミの恨みの気持ちは、相当根強かったんだけど、C さんはそれに全く気づいていなかったようだな。そんなに恨まれていて気がつかないものなのかしら。ある時、C さんはマミに、1億円の資本でちゃんと許可を取って、貸金業を始めるという話をした。それを聞いたマミは、彼女を殺して大金を奪うことを思いつく。どうしてそういう発想になるのかわからないわ。マミがこの考えを家族に話したところ、
誰も反対する者はいなかったそうだ。2004年9月9日、実をは真から、家の財政事情を打ち明けられると、C さんを殺して金を強奪することを、真剣に検討するようになり、マミもこれに賛成した。家族で殺害計画を立てるなんて怖すぎるわ。そして架空の不動産取引で金を用意させ、マミが C さんを殺してそれを奪う、という計画が出来上がる。身勝手で恐ろしいシナリオを書くわね。マミは C さんに、夫の紹介で格安で買える土地がある、と持ちかけた。C さんはこれに応じ、2600万円と、改装工事代金80万円を用意すると、約束したんだ。ここまでは筋書き通りね。その後、マミは C さんが、2680万円を用意しているのを確認する。2004年9月16日の夜に二人は、大牟田市内の三池公園前に、止めた車の中であったが、その近くには、実をと高志が息を潜めて待機していた。ドキドキしてきたわ。だが、車内では C さんが、プライベートの悩みを打ち明けたりなどして、マミに対し気を許した態度をとっていたので、マミはなかなか実行できずにいたんだ。犯行を躊躇する良心はあったのね。ところが、いつまで経っても実行しない。マミに痺れを切らした高志は、その場を離れて弟の高博を呼び出して、C さん宅にあるはずの大金を、盗みに行くことを提案し、二人は彼女の家に向かった。マミには黙って犯行に及ぼうとしたの？ああ。兄弟は午後10時40分頃、さよこさん宅に到着。家には次男の J さん15歳がいた。高志たちと J さんは面識があったのかしら？北村家と高見家は家族ぐるみの、付き合いだったんだ。J さんは勉強中だったが、高博を家に招き入れる。そして J さんがパソコンの電源を、落とそうとした時、高博は背後から、首をタオルで締め上げた。J さんがぐったりすると高博は高志を呼び、見つけた金庫を奪って、J さんを車のトランクに投げ入れる。手際が良すぎて怖いわ。9月16日23時45分頃、兄弟は車を端に停車させてトランクを開けると、まだ生きていた J さんの首に、ロープを巻きつけて二人がかりで締めた。残忍すぎるわ。元力士二人に締められたら、ひとたまりもないじゃない。亡くなったことを確認した二人は、彼の体にブロックを3個くくりつけ、橋から突き落とした。ブロックまで用意していたの？ああ。そして高博は、この時に、人を殺すことに快感を覚えたと言っているぜ。もはや人の心を持たない鬼畜ね。それから奪った金庫をこじ開けたが、中に入っていたのは指輪などの貴金属だけだった。それを質屋に持って行ったが、10万円程度にしかならず、その金を二人で山分けしたんだ。たった10万円のために、15歳の若い命を奪ったのね。一方のマミだが、結局この日は、C さんを殺害できなかった。そのまま思いとどまって欲しかったわ。さらに J さんが行方不明になったことで、長男の T さん18歳が、友人6人と共に捜索を開始する。弟が急に姿を消したら、当然そうなるよね。北村たちに次男を一緒に探そうと、事務所に呼び出された C さんは、睡眠薬入りの弁当を食べさせられて意識を失った。北村たちは彼女を殺害し、遺体は C さんの長男の車に乗せて、車ごと川に沈めることを思いつく。だから持ち主の長男も殺害する計画を立てたんだ。そんな理由で殺害を計画するなんて。18日、マミは意識が朦朧としている。C さんを車に乗せ、大牟田港緑地運動公園に車を止めた。それでどうしたの？高博は C さんの首にワイヤーを巻きつけると、170キロの体重をワイヤーにかけて締めて殺害する。170キロ？元力士とはいえ、そんなに巨漢だとは思わなかったわ。彼女の死亡を確認するとマミは財布を漁り、26万円もあった、と大喜びしながら家族で山分けした。そんな非道なことをした直後によく喜べるわね。C さんの次のターゲットは長男の T さんだ。家族で C さん宅に行くと、K ワゴンに乗った T さんが、弟の捜索を切り上げて帰ってきた。お兄さんもこの一家を疑っていないの？ああ。実は長男の T さんは高校1年生の時、一時不登校になって北村宅に、約1ヶ月間預けられたことがあった。年齢が近いこともあって、T さんと高博は特に親しくなったらしい。だから疑わなかったのね。高博は T さんに声をかけ、自分たちも J さんの行方を探していると説明した。その時、高博が助手席に T さんの、友人 H さんが乗っていることに気づいて、家族で話し合い一緒に殺害するしかない、という結論になったため、実をは持ってきていた拳銃を高博に手渡した。拳銃まで持っているなんて恐ろしいわ。彼らは二手に分かれて捜索することになり、高志と高博は T さんの車に乗る。
高志が運転席で高弘が助手席、T さんと H さんは後部座席に座った。そして捜索するふりをして、車を海の方角に向けて走らせたんだ。それからどうしたの？その途中で高弘は二人の携帯電話を、取り上げて、二台ともへし折った。怪訝な表情の二人に、新機種に変えるとバックマージンがもらえるから、と平然と説明する。何それ？どう考えても変よ。携帯を壊したのは人と連絡を、取れないようにするためよね。ああ。二人を乗せた車は、工業団地を抜けて大牟田川の河口あたりに停車した。ここで高弘は拳銃を取り出し、H さんに頭を出すよう命じたんだ。まるで処刑じゃないの。高弘は拳銃で H さんを殺害すると、T さんに C さんと J さんを殺害したこと、金銭目的であることを打ち明ける。C さんが用意した金はどこにあるか、T さんに問いただしたが、彼は知らなかったから答えられなかった。それってまずいんじゃないの？ああ。今度は T さんの頭を拳銃で、撃ったんだが、二人はまだ息があったため、今度は胸部を撃ったんだ。本当にこの二人は親しかったのかしら。こんなにあっさり殺害してしまうなんて、考えられないわ。その途中で実夫とマミの車と合流したが、H さんが息絶えていないことに気づいて、アイスキックでとどめを刺す。それからどうしたの？午前3時頃、T さんの軽ワゴンに、三人の遺体を乗せた軽ワゴンを諏訪川に沈めた。計画した割に遺体の息は適当よね。それから四人は C さん宅に行き、家の中を漁っていると金庫を見つけた。しかし中には土地の権利書などの、書類しか入っておらず、一家は何も取らずに帰る。つまり、10万円の貴金属と26万円の、現金のためだけに4人も殺害したということね。翌日、息子たちが勝手に J さんを、殺害していたことを知った実夫は、ブロックだけでは遺体は浮かんでしまうと指摘し、それを聞いた高弘は遺体を沈めた場所に潜った。証拠隠滅のためとはいえ、よく潜れるわね。遺体は確認できたものの、3日経っていたので腐乱が進んでおり、どうすることもできず、9月21日午前10時頃に J さんの、遺体が浮かび上がった。それを通行人がそれを発見して通報する。福岡県警は C さん親子の失踪に、関与していると睨み、信仰のあった、北村一家をマークした。前科のあるヤクザだし、マークされて当然よ。マミは参考人として事情聴取され、彼女は捜査員から遺体が浮かんだ件を知らされると、関連して4人の殺害について自供を始めたんだ。意外にあっさりと自供したのね。マミを逮捕すると実夫が警察署に現れ、妻の逮捕に抗議して自分の頭を、拳銃で撃つという暴挙に出る。しかし弾丸は頭蓋骨沿いを反周して額で止まり、実夫の命に別状はなかった。9月23日午後6時過ぎには J さんの、遺体発見現場近くの川底から長男の軽ワゴンを発見。車内から男女3人の遺体を収容した。軽ワゴンも発見してもらえたわ。9月25日に高弘を死体遺棄容疑で逮捕し、10月2日には高志を死体遺棄容疑で逮捕。そして10月8日に回復した実夫を死体遺棄容疑で逮捕し、10月26日には C さん強盗殺害容疑で、4人を再逮捕。さらに11月17日に T さんと、友人の殺害容疑で4人を再逮捕し、12月7日には J さん強盗殺害容疑で、高弘を再逮捕した。罪が多すぎて逮捕の連続ね。裁判はどうなったの？実は裁判の前、高志は拘置中の、福岡県久留米警察署から、福岡地検久留米支部に移送された際に、脱走をしたんだ。見つかったのよね？ああ。高志は2005年1月4日、大牟田署から単純逃走罪で、福岡地検久留米支部へ書類送検されて、2005年1月11日に福岡地検久留米支部から、福岡地裁久留米支部に追起訴されたぜ。そして裁判が開かれ、北村実夫被告は一審初公判で単独犯行を主張。高志被告は地検支部から逃走した。以外の罪を全面否認した。母親と次男はどうしたの？マミ被告と高弘被告は、起訴事実を認めている。この二人は罪を素直に認めたのね。その方が心証が良くなるという策略かしら。どうだろうな。論告で検察は、すべての事件で自らの、単独犯行を主張する実夫被告を、家族に刑事責任を免れさせようとする。独善的な発想と批判、事件への関与を否認する高志被告については、卑劣な人間性が際立っており、邪悪としか言いようがないと一刀両断にしたぜ。検察の言う通りよ。2005年4月12日に第2回公判が開かれる。起訴事実をすべて認めたマミ被告と高弘被告、単独犯を主張した実夫被告、逃走以外の罪を全面否認した高志被告は、それぞれマミ高弘と実夫高志の、2組に分かれて、分離公判で、審理されることとなった。
2006年5月2日には論告求刑公判が開かれ、検察側は両被告人に死刑を求刑する。弁護人は、どう弁護したの？真美被告の弁護人は事件を主導したのは、夫の実夫被告で、真美被告の関与は、従属的だったと述べた上で、真美被告は事件の内容を真摯に、語っていることから再犯の可能性はない、と主張し、高弘被告の弁護人は、事件当時、精神的に未熟だった、強制の可能性がないと決めつけるべきではない、と訴えた。二人はなんて言ったのかしら。最終意見陳述で真美被告は、重ねてお詫びすること以外、何もない。高弘被告は本当に申し訳ない。判決は素直に受け入れたいと、それぞれ謝罪の弁を述べた。罪を認めて、反省をしているように、見せたのね。判決は？福岡地裁は母親の真美被告、次男の高弘被告に対し、いずれも求刑通り死刑判決を言い渡した。当然よね。判決理由では全て検察側の主張通りに、事実認定し、殺害動機について、真美被告が生活難資金難を打開するべく、C さんが所持していた多額の現金を、奪おうとしたものだと指摘する。その上で次男の J さんを除く、3人の殺害に関与した真美被告を、動機面での中心的存在であり、関与は従属的として量刑の軽減を、求める弁護側の主張は認められないとした。高弘被告は ?4 人の殺害を実行した高弘被告に対しては、C さんを殺害する際タバコを吸ったり、遺体の上に寝そべるなど、人間の生命の尊厳を軽視する態度が、著しいと断じた。また、高弘被告は公判中、親に人殺しをさせるくらいなら、自分が殺した方がマシ、後悔していない、などと発言したり、被害者遺族に、暴言を吐くなどしたため、暴力団組長の父親の下で、人命を軽視し両親の指示であれば、殺人も厭わないなど、暴力団特有の、反社会的な美意識を強く持っており、強制は困難と認定される。当然の判決理由だわ。控訴はしたの？高弘被告は判決を不服として、福岡高等裁判所に同日付で控訴。真美被告も10月26日付で控訴した。反省したと言いつつ控訴はしたのね。実夫と高志の公判はどうなったの？こちらは揉めに揉めたが、2006年10月24日に論告求刑公判が開かれ、福岡地検は両被告人に死刑を求刑する。そして11月28日の第32回公判で、二人の弁護人がそれぞれ死刑回避を求めて、決心したんだ。高志は言い訳はしなかったのかしら？最終弁論で、高志被告は泣きながら、天地神明に誓って事件に関与していません、と述べたぜ。この語に及んで信じられないわね。判決はどうなったの？2007年2月27日に判決公判が開かれると、福岡地裁は両被告に対して求刑通り死刑判決を言い渡した。これにより、犯行に関与した、一家4人全員が死刑判決を受ける、という前代未聞の事態となった。この二人も控訴したの？ああ、実夫被告は判決を不服として、同日付で福岡高裁に控訴。高志被告も2007年3月1日付で控訴した。控訴審はどうだったかしら？真美高弘の控訴審は、2007年12月25日に判決公判が開かれたが、福岡高裁は控訴をいずれも棄却し、第一審の死刑判決を支持する判決を、それぞれ言い渡す。最高裁にも上告したの？高弘被告は12月27日に最高裁判所に、上告し、真美被告は28日に上告した。実夫と高志の控訴審も聞かせてほしいわ。2008年3月27日に判決公判が開かれたが、福岡高裁は第一審死刑判決を、支持して両被告の控訴を棄却した。裁判長は実夫被告について、真美被告に支持して高志被告らを、犯行に引き入れて殺害方法も示唆したとして、殺害行為こそ担当しなかったが、北村家の中心、または暴力団組長として、各犯罪の遂行に向け主導的な、役割を果たしたと認定。高志被告に対しては実行役を、高弘被告に押し付けて自分は脇役を装うなど、自分の手を汚さずに済まそうとして、自己中心的として、利欲的で人命軽視も甚だしくて、死刑はやむを得ないと述べた。この二人も上告したの？ああ。実夫被告は同日に最高裁へ上告。高志被告は3月31日付で上告した。上告審はどうだったのかしら？真美被告と高弘被告に対しては、2011年10月3日に、実夫被告、高志被告に、対しては2011年10月17日に判決公判が開かれ、裁判長は一審控訴審の死刑判決を、指示して上告を棄却する。これにより、犯罪に携わった、一家全員に対して死刑が確定した。二つ目、姫路パチンコ3人殺人事件。
2005年に営業を開始したパチンコ、パチスロ店である。姫路サルーン、が今回の事件の舞台だぜ。実はこのサルーン、お店の台の基板を改造していたんだ。さっきマリサが教えてくれた裏パチってやつね。その通りだ。ちなみに裏パチってどれくらい儲けられるの？場合によっては1日で50万円近く勝てるんだ。それはすごいわね。引かれるのもちょっとわかるわ。ただし負けるときは一瞬で10万円くらい解けるぜ。まさにハイリスクハイリターンね。まあそのおかげもあって、サルーンは、ギャンブル好きからは評判の良い店だったんだ。と同時に警察からマークされていたがな。そりゃ警察もそんな店が評判って聞いたら、警戒はするでしょうね。そんな中サルーンの人気は上がり続けて、ファン感謝デー、なんてイベントもやってたんだ。くじ引きで当たった人に高級な外車をプレゼントしたり、バニーガールが店内を歩き回ったり、なかなかのサービスを提供してたんだぜ。さらに店内で客に酒を提供したりしてたんだが、これも完全に違法行為だぜ。もうやりたい放題だったわけね。そういったド派手な営業スタイルで注目を集めたサルーンは、雑誌なんかでも取り上げられていたぜ。日本一高稼働なパチスロ専門店。風俗営業法を真正面からフルスイングでぶん殴るスタイル。なんて特集も組まれ、どんどん注目されていったんだ。そして事件の中心人物となるのが、このサルーンの経営者の陳春根という男なんだ。日本人ではないみたいだけど、どんな人なの？陳春根は韓国籍の男性だぜ。父親は国際会館グループというパチンコ、パチスロ店の、経営している会社の会長を務める人物なんだ。お父さんがそういうお仕事の人なら、陳春根がサルーン経営者になるのは自然な流れだったのかもね。性格はどんな感じかしら？サルーンの営業スタイルから想像つくと思うが、怖いもの知らずな面は大いにあると言えるぜ。まあ違法な裏パチでド派手なイベントしてるくらいだからね。それはなんとなく伝わってるわ。だが、その性格が災いして陳春根の家族が、事件に巻き込まれていくんだ。一連の事件の発端は父道義氏と暴力団とのいざこざだったんだ。始まりからして物騒ね。いざこざの相手、山県組村正会は、姫路を拠点に活動している団体だったんだが、地元で大々的にパチンコ店を経営していた道義氏に、以前から目をつけていたんだ。自分たちの拠点で好き放題やられたら、村正会もいい気はしないわね。そこで道義氏に対してことあるごとに、難癖をつけて巨額の金を脅し取っていたんだ。この出来事に陳春根は憤慨しており、事件を起こす動機になっていったぜ。まず、陳春根は村正会の組長を襲撃し、骨折させるなどの暴行を加えたんだ。直接組長を襲撃するなんてあんまり聞かないわね。メンツに関わる出来事だっただろうな。村正会はこの件で数億円という慰謝料を陳家族に請求したぜ。だが、金額が金額だったため、道義氏もさすがに払わなかったんだ。はいわかりました、で払える金額じゃないわ。村正会側も組長がやられたまま黙っているはずもなく、行動を起こすことになるんだ。ある日道義氏は地元の繁華街である魚町を歩いていたんだが、何者かから襲撃を受けるぜ。道義氏はゴルフクラブで何度も頭を殴打され倒れ込み、犯人は暴行を終えるとすぐに逃走したんだ。直接的すぎてびっくりするわね。物騒な話だよな。襲撃された直後の道義氏はまだ生きていたんだが、頭に負ったダメージは相当大きく結局死亡してしまったんだ。ここまでの話からして、犯人はもしかしなくても。そう、犯人は村正会の組員で、下山誠也という男だった。下山は道義氏への暴行を、すぐに警察に実施したことから、計画的な犯行だったと言われているぜ。下山はすぐに実刑判決を受け服役することになったから、襲撃の詳細は闇の中なんだ。陳春根としては自分がやったことの復讐で、父親を失うことになったわけね。さらに、他の家族との絆も失うことになったんだ。そもそもの発端は陳春根が村正会の組長を襲撃したことだからな。家族が陳春根に責任を求めるのは自然な流れだぜ。道義氏の最後を考えれば、家族仲が悪化するのは当然かもしれないわね。陳春根は長男だったんだが道義氏の遺産の大部分を辞退することになったぜ。遺産相続を辞退しなきゃいけない事態って、相当関係が悪くなってたってことよね。そしてここからが今回の事件の本番で、陳春根の復讐が始まっていくんだ。先ほど説明した道義氏謀殺事件の犯人である下山誠也は、服役していたが、2010年9月に出所となったぜ。ところが出所した直後、陳春根らに襲撃され、暴行された後に三木市の倉庫に監禁されることになるんだ。陳春根からしたら直接的に父親の命を奪った相手になるわね。ああ、ただ下山は自力で脱出することができて、そのまま警察に駆け込んだんだ。
そのため下山は2011年2月まで警察の保護下に置かれることになるぜ。でもちょっと保護期間が短すぎないかしら。保護が終わった後に狙われて終わりじゃないかしら。霊夢の言う通り、保護が解除されてすぐに下山は再び陳春婚らに拉致されたぜ。そして翌日の2月11日、拉致現場からおよそ10キロの路上に駐車されていた車の中で、毛布に包まれた状態で遺体で発見されたんだ。二度目は脱出できなかったのね。ああ、遺体には頭部を殴られたような跡や、手足を縛っていたと見られる跡が残っていて、警察発表によると首を絞められたことによる窒息が、直接的な死因だったようだ。こうなると完全に殺人事件ね。兵庫県警暴力団対策課と姫路署はすぐに捜査本部を、設置して事件の解決に向けて動き出したぜ。でも犯人は陳春婚でほぼ決まりなんだから、すぐに解決できるんじゃないかしら？話はそう単純じゃないんだ。実は下山が遺体で見つかった事件よりも前に、陳春婚の関係者が何人も失踪していることが判明したんだぜ。どういうことなの？陳春婚の関係者の中で、最初に失踪したのは前田巌氏だ。前田氏は都内で広告制作会社、ネクストを経営していて、陳春婚から10億円の融資を受けていた人物だぜ。ものすごい金額だわ。それだけの金額を融資するってことは、信頼関係があったということかしら？返済が滞っていたせいもあって陳春婚との、当時の関係は決して良好ではなかったんだぜ。なかなか返済がないことについに陳春婚は怒り、前田氏を東京から姫路まで拉致したんだ。さらには会社の財布管理役である、財務担当役員までをも拉致して監禁したぜ。謎の第三者が誘拐したと思ったけど、前田氏の失踪も陳春婚の仕業だったのね。道押しの事件と関係はなさそうだし、陳春婚は暴走してないかしら？その通りで、発端となった事件には関係ないと思うぜ。ただ、この時期は陳春婚の精神状態が、かなり不安定になっていた可能性があるんだ。二人を拉致監禁してる時点で、正常な判断ができているとは思えないわよね。そうなんだが、陳春婚はまだ止まらないぜ。これに続いて岩尾代行氏、通称、富田、という、村正会の幹部を務める韓国籍の男性を誘拐するんだ。今度は矛先が理解できる範囲内だわ。陳春婚は何をしようとしていたの？陳春婚は下山が服役して接触ができない間に、村正会のより偉い人物から父親殺人事件の真相を、聞き出そうとしていたんだ。そこで陳春婚の叔父と別件で揉めていた富田に目をつけ、乗用車に富田を押し込んで拉致し三木氏の倉庫に、監禁したんだ。父親殺しの事件を知っていそうなお偉いさんを、狙って拉致したってことね。だが、陳春婚らは輸送中のミスで、富田を窒息死させてしまうんだ。遺体を焼却炉に入れ証拠隠滅を図ったが、結局事件についての情報は得られなかった。そしてこのあたりから陳春婚の精神はさらに、追い詰められていったんだ。さらに追い詰められたって、とんでもないことを始めそうだわ。ああ、一人目の失踪者として紹介した。監禁中の前田氏を突然射殺したんだ。理由があるのかしら？詳しい状況や射殺の理由は不明だぜ。唯一わかるのは、射殺を実行したのが陳春婚の部下、上村隆という男であることくらいだ。いずれにしてもこの時期を境に陳春婚らの行動はエスカレートしていくんだ。2010年8月には自身の経営するパチンコ屋店員が、逃げ出したということで拉致監禁し、同年9月にも元村正会組員の男を、拉致監禁し負傷させているんだ。完全に歯止めが効かなくなってるわね。この時に誘拐された二人は無事だったの？元組員の男が自力で逃げることに成功して、警察に通報したことで、二人とも生還しているぜ。不幸中の幸いね。それにしても下山聖也が服役してる間に、陳春婚はいろんな事件を引き起こしていたのね。二人を殺害したし、拉致監禁の人数はそれ以上になるな。だが捜査本部が置かれたこともあってか、陳春婚と上村もついに逮捕されることになるんだ。上村は2011年4月に広島市内の駐車場で逮捕され、陳春婚も同年12月に大阪市淀川区のホテルで逮捕されたぜ。とりあえず暴走している陳たちが捕まって一安心だわ。だがこの一連の事件に関する裁判も、かつてないほどに議論が紛糾することになったんだぜ。どういうこと？二人が犯人で終わりじゃないの？警察は下村以外の事件の取り調べも行ったんだが、上村は、徐々にお話しします、として肯定も否定もしない。スタンスを貫き、陳春婚に至っては容疑そのものを否認したんだ。黙秘ってやつね。でもいずれ証拠とか証言が集まって、結局は罪になりそうな気がするんだけど、警察も最初はそう思ってたかもしれないが、下山以外の2件については証拠が不十分でな、
特に前田氏と富田氏の遺体が発見されていなかったことで、立件が非常に難しかったんだ。富田氏は焼却炉で燃やしたから、遺体が見つからなかったのかしら？そして前田氏については共犯者の証言で、監禁の事実は立証されたが、上村がどこかに、連れて行ってしまってからは生死すら不明なんだ。殺害に使われたと思われる武器や銃弾も未発見で、それ以外にも事件を立証できるような物的証拠が、一つも見つかっていなかったんだぜ。証明の手段が見事にないわね。だが、上村の不注意が原因で捜査が進展するぜ。不注意？上村は前田氏射殺時の様子を知人に、洗いざらい話していたんだ。この知人が別件で逮捕された際に、取り調べでこの件を話したことによって、陳春根と上村は起訴されることになったぜ。なんで上村は知人に話したのかしらね。その理由に関しては、よくわからないぜ。それで、裁判も大変だったって、どういうことなの？陳春根が審理の対象となっている事件をすべて、否認したことに加え、さっき説明したように、下山以外の事件の証拠が不十分だったんだ。それは時間がかかりそうだわ。ああ、これが原因で裁判は長引き、裁判員裁判史上最長となる207日も続いたんだぜ。それで判決はどうなったの？検察側は父道夫氏が殺害されたことへの復讐と、金銭トラブルが一連の事件の原因として、首謀者の陳春根へ死刑を求めたぜ。一方で弁護側は証拠が不十分であることや、殺害現場に陳春根がいなかった点を主張したんだ。ただ一件の拉致監禁については弁護側も認め、懲役3年のみは許容したんだ。検察と弁護側の求刑に随分な差があるわね。長い裁判員裁判だったが、ついに2018年11月に判決が出たぜ。どうなったのかしら？判決は無期懲役だ。事件から約7年経過して、ようやく、無期懲役という一審の判決が下されたんだぜ。検察側の求刑通りにはならなかったのね。でも無期懲役だとそれなりに重い判決だし、否認していた事件がちゃんと立証されたのかしら？下山聖也殺害、富田氏の拉致監禁致死が認められたんだ。富田氏については焼却炉から人骨が発見されたことで、立証できたんだぜ。前田氏射殺の件は認められなかったのね。前田氏の件については相変わらず、証拠が見つからずに無罪となったんだ。100% は裁けなかったのね。事件の内容のせいで忘れてしまいがちだが、そもそも犯行動機も父親殺しの復讐だったんだ。計画性のある凶悪な事件ではあったが、動機については多少の情状酌量があった可能性もあるぜ。仇討ちとなると、コメントしづらくなるわ。上村の方はどうなったのかしら？2019年3月に求刑通り死刑判決が下ったぜ。陳春根が下山、富田の2件で裁かれたのに対し、上村は自分で周囲に前出し射殺を語っていたこともあり、3件の殺人で裁かれることになったんだ。それが陳と上村の判決の分かれ目になったのね。ああ、だが上村は今も上告しているから、最終的にどんな刑になるのかはわからないぜ。陳春根の刑は無期懲役で確定なのかしら？陳も当然上告していたんだが、2022年10月に最高裁で棄却されたぜ。二審も一審の判決を支持して、そのまま無期懲役が確定したんだ。ちょっと違和感があるんだけど、聞いてもいいかしら？何でも聞いてくれ。事件の首謀者が無期懲役でその手下が死刑っていうのは、なんだかおかしくないかしら？言いたいことはわかるぜ。なんで首謀者の方が罪が軽いのかってことは、SNS なんかでも議論になったんだ。一部では陳春根が在日韓国人という背景もあって、在日特権で刑が軽くなったなんていう考察もあったが、上村は前出し射殺という罪が加えられているから、冷静に考えれば刑が重くなるのも納得だ。そう言われてみれば確かにって思うわね。まあ上村についても上告の結果次第だから、今は何とも言えないぜ。三つ目、東洋ボール事件。今回の事件が起きたのは2000年5月13日の午前1時15分頃。場所は、大田区池上三丁目にあった、東洋ボールというボーリング場の駐車場だ。このボーリング場は当時200ものレーンを有し、東洋一大きなボーリング場と宣伝されていたほどだったんだ。そしてこの日、当時寿司屋で見習いとして働いていた、18歳の小笠原和也さんは、東洋ボールの駐車場で、友人たちとダンスの練習をしていた。18歳、ボーリング場の駐車場、深夜にダンスの練習。なんだか青春ね。ああ。だがな、すぐにそんな悠長なことは言っていられなくなるんだぜ。この時、東洋ボールの駐車場に急に5台の車と単車が乗り込んできた。それは、総勢20名以上の暴走族だったんだ。暴走族？なんで？よくわからないけど逃げてー。金属バットや鉄パイプなどの凶器を持った暴走族たちは、
いきなり小笠原さんたちを襲い、追いかけ回した。小笠原さんたちは殴打され、血だらけになりながらも、次々に自分の車に乗り、必死に逃げ出したぜ。でもここで小笠原さんは焦って、車の運転をミスってしまったんだ。小笠原さんはギアの操作を誤り、近くのガードレールに乗り上げ、身動きが取れなくなってしまったんだぜ。あわわわ、どうなってしまうの？そしてとうとう、小笠原さんは暴走族に追いつかれ、捕まってしまった。暴走族たちは凶器で小笠原さんの車のボンネットを殴ったり、窓を金属バットで割ったりして、最終的に小笠原さんを引きずり出したんだ。小笠原さんは、突然のことに訳がわからないながらも、勘弁してください、と訴えた。けれど暴走族らは、金属バットをはじめとする凶器を用いて、小笠原さんに殴る蹴るの暴行を加えたんだぜ。そして暴走族の一人が拉致れ、と叫ぶと、他のメンバーが小笠原さんを無理やり連行しようとしたんだ。ひえ？もちろん小笠原さんは強く抵抗したんだが、暴走族たちは金属バットで容赦なく攻撃を加え続けた。その結果、小笠原さんは車に押し込まれそうになったんだ。でも、ここで小笠原さんは力を振り絞ってさらに抵抗。すると、それに激高した暴走族たちは小笠原さんを拳で殴り、膝蹴りし、最終的にはアメリカ産の懐中電灯、マグライトで後頭部を強打した。このマグライトは、護身用のコンボとしても使えるほどの高度があることが売りだ。そんなもので殴られた小笠原さんは当然ぐったりとして、動かなくなってしまったんだ。そして暴走族らはそんな小笠原さんを車に押し込み、拉致監禁。東洋ボールから約 15km 離れた世田谷区の東京都中央卸売市場にある、世田谷市場という空き地に移動した。そこでさらに、小笠原さんに暴行を加え続けたんだ。小笠原さん、誰か助けて。ここでのリンチは、さらに凄惨を極めた。暴走族らは、すでに意識がなかった小笠原さんの顔を、凶器で何度も殴り、顔面を地面に叩きつけたり、その頭を強く踏みつけたりしたぜ。さらには至近距離から大型のエアガンを連射、バケツで水をかける、髪や体をライターで焼く、ハサミで舌を切る。そんな暴行は、約1時間半も続いたんだ。その結果小笠原さんは全身あざだらけになり、頭部はバスケットボールの大きさにまで腫れ上がってしまった。さらに舌は半分ちぎれた状態で、全く動かなくなってしまったんだ。この状態は後に小笠原さんの親御さんが確認したとき、誰だか判別がつかなかったというほどだぜ。聞くに耐えないわ。ひどすぎる。その後、暴走族たちは小笠原さんをもう一度車に乗せて移動。行き先は狛江市にある東京慈恵会医科大学の、慈恵第三看護専門学校。暴走族らは、小笠原さんをこの学校の前の路上に放置し、逃走したんだ。その後、現場を偶然通りかかったタクシーの運転手が小笠原さんを発見。小笠原さんは救急車で 6km ほど離れた、三鷹市の杏林大学医学部附属病院に搬送された。だが残念ながら、小笠原さんは脳挫傷とくも膜下出血により、14日の午後9時半頃に死亡が確認されたぜ。亡くなってしまったのね。なんてむごい事件なの。また、実は小笠原さんは暴行を加えられて拉致された後、暴走族の車内で大きないびきをかいていたことがわかっている。このいびきは、脳挫傷の典型的な症状だ。外傷で脳がダメージを受け、脳の一部が腫れるためにこのような症状が出るんだぜ。もし暴走族たちがこの時点で小笠原さんを病院に連れて行っていたら、せめて置き去りにしなければ、小笠原さんは死なずに済んだかもしれなかったんだ。暴走族たちにそんな仏心があるのかは謎だけど、看護学校に置き去りにしたってことは、多少なりともまずいと思ったんでしょうね。でもどうして、暴走族たちは一般人である小笠原さんにこんなことをしたの？何か恨みでもあったのかしら？じゃあここからは、犯人たちの素性や、その犯行動機について解説していくぜ。実は小笠原さんたちを襲った暴走族は、当時東京周辺で活動していた関東連合のメンバーだったんだ。関東連合、聞いたことあるわ。確か、市川海老蔵氏と何かトラブってたわよね。ああ、その事件のせいもあって、関東連合の名前は世間に広く知れ渡ったな。関東連合は、東京都世田谷区の烏山地域や杉並区の暴走族が集合し、1973年に結成されたグループだ。当時幅を利かせていた暴走族グループ、千歳大ブラックエンペラーとマッドスペシャルを、軸として構成されていたんだ。1980年代には暴走族自体が、沈静化したこともあり活動を縮小していたんだが、その後復活。そして1990年代、関東連合はチーマートの暴力抗争に、勝利して渋谷の不良会を制圧したぜ。その後六本木へ進出し、裏社会で力を伸ばしていったんだ。この頃の関東連合はただの暴走族ではなく、
暴力団ではないがそれに似た犯罪行為を行う半グレ集団となっていた。さらに六本木や新宿といった夜の街で、裏社会のビジネスを支配するようにもなっていったんだぜ。そして東洋ボール事件が起きた当時、関東連合は全教連というグループと抗争の最中にあったんだ。全教連？それも暴走族なの？全教連暴走族も関東連合と同じ時期、1970年代に結成されたグループだ。全教連の当時のメンバーは数千人もいて、暴走族の中ではかなり力が強かった。そのため関東連合は、どうにかして全教連を弱らせたいと考えていたんだ。暴走族同士の潰し合いってことね。でもそれが、今回の事件とどう関係あるの？実は関東連合のメンバーは事件当夜、小笠原さんたちを全教連のメンバーだと勘違いしていたんだ。勘違い。深夜に少ない人数でたむろして遊んでいた小笠原さんたちは、関東連合のメンバーから見たら同じ暴走族に見えたんだろうな。当時の暴走族同士の潰し合いにはルールなんてものはなくて、相手が少人数でいるところを襲撃して相手メンバーを削っていくという方法が主流だったらしい。それで標的に、なんてひどい話なの。事件後、警察は直ちに捜査を開始。当時、小笠原さん殺害に関わった関東連合のメンバーは14人もいた。しかもその14人は、全員未成年だったんだ。未成年たちがこんな残虐な事件を起こしたのね。末恐ろしいわ。じゃあここからは、今回の事件で名前が挙がった犯人たちについて、詳しく解説していくぞ。まず、今回の事件の首謀者として有名なのが、石本太一という人物だ。石本は事件当時18歳で、関東連合の元リーダー。関東連合の中核となった千歳大ブラックエンペラーの総長でもあったんだ。そんな石本は関東連合時代、喧嘩では一度も負けたことがないほど強かったそうだぜ。わぁ。なんかもう、漫画みたいな世界ね。石本は後に雑誌のインタビューで今回の事件について、人生最大の過ちと話している。しかし同時に、亡くなった小笠原さんについては、全教連のメンバー、敵と発言。また小笠原さんも反撃してきたと話すなど、あくまで暴走族同士の抗争で人は辞めてしまった。といった証言を繰り返しているんだ。あそこまでされたら、そりゃ反撃もするわよね。一般人だっていうのはわかりきってるのに、自分に都合のいいように語るなんて。さらに石本は小笠原さんについて、東洋ボールの駐車場で金属バットで殴ったことが、致命傷になったと語っている。つまりその後の凄惨なリンチについては、自ら語らない姿勢をとっているんだ。またその他にも、警察の捜査によって今回の事件現場には、石本よりも立場が上の先輩がいたということがわかっているぜ。そして石本自ら後輩に、先輩の名前は出すな。そんな奴は見ていない、知らないと言え、と観光令を敷いていたんだ。要するに、他にも首謀者に匹敵する人物がいたかもしれないってことね。ああ。でも、未だにその人物の名前などは全くわかっていない。石本は後に、関東連合の仲間のためなら逮捕されることも厭わない、という発言もしているんだ。それだけ、暴走族の上下関係は絶対ってことだな。さらに石本は東洋ボール事件の際、傷害致死罪で逮捕、起訴されているんだが、未成年だったため特別少年院へ送致されている。そしてそこでの服役期間は、ほんの2年だったんだ。2年？あんな凄惨な事件を起こしておいて？少年法に守られたんだな。ちなみにその少年法の適用によって、逮捕された石本以外は実名報道もされなかった。また、石本は2010年11月に起きた、市川海老蔵氏、暴行事件にも関わっているんだぜ。さっき言っていた、関東連合の名が世間に知られることになった事件ね。石本はその事件にどう関与していたの？この事件は別名、灰皿テキーラ事件。2010年11月25日、海老蔵氏は西麻布にあるダーツバー、フィオレットでお酒を飲んでいた。この時、海老蔵氏が一緒にいた相手が、石本だと言われているんだ。そして酔いが回った海老蔵氏は、石本に対して絡み始めてしまった。石本の髪を掴んだり、頭を叩いたり、最終的には、タバコの吸い殻の入った灰皿にテキーラを注ぎ、それを飲めと強要したんだ。あわわ、海老蔵氏、怖いもんなしね。これに対し石本はそんなに反応しなかったんだが、石本の射程であった伊藤リオンという人物が激怒、海老蔵氏に暴行を加えたんだ。これが、灰皿テキーラ事件の真相と言われているぜ。また、石本は他にも2012年9月に、六本木のクラブフラワーで起こった、六本木クラブ襲撃事件にも関与している。ちなみにこちらの事件でも、関東連合側が一般人を他グループのメンバーだと勘違い、強襲し、死亡させてしまったんだ。ちょっとちょっと、関東連合、人違いしすぎでしょ。石本は灰皿テキーラ事件を、
2013年に総合格闘技ジムソウルメイトを開業。さらにファッションブランドも運営し、関東連合元リーダーという肩書きを利用して、メディアにも積極的に露出した。自叙伝不良録関東連合元リーダーの告白なども出版しているんだ。ただ、六本木クラブ襲撃事件の際に傷害致死罪などで逮捕、起訴され、懲役11年の判決が下っている。現在は横浜刑務所に服役中。出所は2023年頃の予定だぜ。死者を出すほどの事件を扇動しておいて、メディアに露出できるってすごいわね。もうすぐ出所してくるみたいだし、その後の動きもどうなるのか、恐ろしいわね。次にこの事件の犯人として有名なのが、柴田大輔という人物だ。柴田は東洋ボール事件の主犯格だったと言われている。特に小笠原さんに対し、舌をハサミで切るなどの無謀すぎるリンチを行ったのが、この柴田なんだ。いやもう、あんなことができるなんて人間じゃないわよね。もう怪物とかなんか、そういう類でしょ。柴田は関東連合に所属していた宮前グレン隊の8代目総長。その残虐性は今回の事件前から有名で、敵対している人物の自宅へ宅配の配達員を装って侵入、家にいた両親を暴行したこともあったそうだ。うわぁ、相手のダメージがヤバそうだわ。躊躇なく卑劣な手段を取る。どこかサイコパス的な感じもするわね。柴田は暴力だけでなく、チームのステッカー販売、イベントのチケット販売、偽造テレホンカードの販売などでお金を集めることにも長けていた。多い時は、月200万円ほど稼いでもいたんだ。そしてそのお金は、ほとんど関東連合などの活動資金に充てられていたぜ。また、この柴田も後に聖域という本を出版しており、その中で東洋ボール事件には関与していない。事件直前まではメンバーと一緒にいたが、なぜかこの日は参加することをためらった、と書いているんだぜ。今となっては証拠もないでしょうしね。ただ、一応柴田も東洋ボール事件では、少年院に送られ、2年服役している。そして関東連合解散後、柴田は関東連合の内情について、本屋ブログで告白。2013年に出版したいびつな絆関東連合の真実は累計発行部数27万部、ベストセラーとなったんだぜ。さっきの石本といい、関東連合関係者は暴露本を出すのが流行ってるの？それでお金稼ぎしてると思うと、なんともモヤモヤした気分になるわね。だが実は、2021年11月、柴田は自宅で一人で亡くなっているのが発見されたんだ。え、もう亡くなったの？死因は一体何だったのかしら？死因については詳しくわかっていないんだ。ただ、2021年の初め頃に新型コロナウイルスに感染し、それが重篤化して苦しんでいたようだな。柴田は体調がなかなか回復しないことで精神的にかなり参ってしまい、自傷行為にも走っていた。そして柴田が発見された時、全身に切り傷があり、首には大きな刺し傷があったそうだぜ。じゃあ、自ら命を、そういう見方が強いな。たくさんの人を苦しめ、脅かしてきた報いのような、なんとも寂しい終わり方だな。最後に紹介するのは、市川海老蔵氏の灰皿テキーラ事件にも関与していた伊藤リオンだ。伊藤は東洋ボール事件当時17歳、黒人とのハーフで、そのため関東連合の中でも、特に喧嘩が強く黒い狂犬と呼ばれていた人物なんだ。東洋ボール事件では、小笠原さんへの暴行に加わっていたと言われている。そんな伊藤だが小学生の頃はサッカーが得意で、ヴェルディ川崎の下部チームである、ヴェルディジュニアに入団していたほどだった。伊藤の運動神経は凄まじく、50メートル走は5秒台。サッカーも練習しなくても誰よりも上手かったという。だが伊藤は、次第に悪い仲間とつるむようになっていった。そんな時、伊藤を暴走族に誘ったのが石本太一だったんだ。伊藤は石本に誘われるまま、暴走族に所属。15歳の時に公務執行妨害で逮捕され、サッカー選手への道は閉ざされてしまった。もったいないわね。そのまま真面目に頑張っていれば、もっといい未来があったでしょうに。伊藤はこれを機に、さらに不良の道へ進むようになった。そして、東洋ボール事件にも関与してしまったんだ。事件後は柴田と同じように少年院へ送致。ただ、この時も2年服役したのみだぜ。さらにはさっきも話したように、27歳の時に海老蔵氏暴行事件でその名前が全国へ広まった。海老蔵氏暴行事件で伊藤は逮捕され、最終的に1年4ヶ月の実刑判決を受け、服役していたんだ。ただ、東洋ボール事件後に被害者小笠原さんの父親が、関東連合のメンバー23人に対し、1人につき一律500万円の損害賠償請求をしたんだ。その時、ほとんどの犯人が出所してから払うなどと言って、お金を支払わなかったのに対し、石本の両親と伊藤だけが賠償金をすぐに支払い、さらに伊藤は小笠原さんの父親に謝罪もしたそうだ。
その際伊藤は申し訳ないことをした。小笠原さんが毎晩夢に出てくる、とも語ったんだ。伊藤は警察の取り調べの時にも、事件のことを嘘偽りなく、きっちり話したそうだぜ。小笠原さんの父親はそんな伊藤に対し、彼はそんなに心から悪い人間じゃないと思いますよ。悪は悪なんだけども、筋は通っている、と語っているんだ。今回の3人の中では、一番まともな印象ね。まあ、それでも到底許されることではないけれど。今回の事件ではその凄惨な内容や犯人たち以外にも、ある女優との関係が話題を呼んだぜ。その女優とは、三田佳子さん。実は事件の中で、彼女の次男高橋優也の名前が挙がったんだ。高橋優也って確か、過去に何回も逮捕されてたわよね。そうだ。高橋は2022年10月までに覚醒剤取締法違反で4回、脅迫容疑で1回逮捕されている。逮捕後は母親の三田さんが謝罪会見を開いたことでも有名だよな。そうそう。三田さんが涙ながらに会見してたのを覚えてるわ。そんな高橋が、今回の事件に関係しているの？ああ。実は東洋ボール事件で犯人たちが乗っていた車、黒のチェロキーが、三田佳子さん名義の車だったんだ。三田さんの、それは相当びっくりね。この件は当時、ニュースやワイドショーで、大きく取り上げられたぜ。そしてその報道を受けて世間では、三田さんではなく高橋優也が今回の事件に関与しているのでは？という見方が強くなったんだ。確かに高橋の素行を鑑みれば、その声は当然とも言えたぜ。三田さんは報道が過熱する中、会見を開き、次男と事件については一切関わりはありません。信じてください、と涙を流しながら訴えた。また、夫であり高橋の父親でもある NHK プロデューサーの、高橋康夫氏も緊急会見を開いて、車は何者かに持ち出されたと主張したんだ。だがその後の捜査で、関東連合のメンバーが、車は高橋優也から借りたと話していたことが発覚。そしてその供述の通り、高橋が関東連合に車を貸していたことも判明したんだぜ。あちゃー、やっぱりそうだったのね。また2018年、元関東連合メンバーの坂井誠という男が逮捕されたんだが、この時の罪状が、高橋に覚醒剤を譲渡したことだったんだ。しかも東洋ボール事件当時、高橋が車を貸した人物がこの坂井だったということも判明したぜ。つまり高橋は、長年にわたって関東連合と繋がっていたということだな。さらに高橋は母親の三田さんから月に50万円ものお小遣いをもらい、そのお金で関東連合の OB から覚醒剤を、購入していたということも明らかになった。三田さんにその気はなくても、彼女のお金が関東連合の資金源になっていたんだ。また、高橋は東洋ボール事件直後の2000年10月にも、自宅の地下室で覚醒剤パーティーを開いて逮捕されていて、その結果、三田さんは一時芸能活動自粛に追い込まれてしまったんだぜ。三田さん、大変ね。さらに2001年5月には小笠原さんの父親が、事件は三田佳子の車を、高橋優也が貸したことで起こったもの。そして、三田さん側へ500万円の損害賠償を、求める民事訴訟まで起こしている。これに対しては三田さん側が弔意を示したことで2004年、和解が成立しているぜ。三田さんという、思わぬ人まで巻き込まれた事件だったのね。高橋は直接手を下してないにしても関東連合に多額の金を流していたり、車を貸したり軽率に関与してしまったことは明らかよね。そうだな。高橋は2022年10月に覚醒剤により5度目の逮捕に至ったが、今度こそ何とかして反省して、更生してほしいものだな。事件の概要は以上だな。罪のない一般人が5人殺人された今回の事件。霊夢はどう感じた？聞けば聞くほど、こんなに恐ろしいグループが、実在していたことにびっくりしたわ。そもそもあんなに残虐なことができるのも驚きだし、その上5人殺人って、もう言葉がないわよ。それに何より、犯人たちがその後も、普通に生活していることにも疑問を感じたわね。そうだな。むしろメディアに出たり、自伝がベストセラーになったりと、一般人より派手に生きている感じがするよな。メディアに出ているのを被害者遺族が見たらどう思うかを考えたら、なるべくおとなしく生きるのが、反省ってもんなんじゃないかなって思っちゃうわよね。ああ、東洋ボール事件に六本木クラブでの事件、同じような事件が2回も起こったんだ。これ以上、もう二度とこんな事件は起きてほしくないな。四つ目、六本木クラブ襲撃殺人事件。まず事件の概要について解説していこう。発生したのは、2012年9月20日の午前3時40分、東京六本木にある、通称ロアビルと呼ばれる建物の2階にある、フラワー、というクラブで、来客の男性一人が、
突如入ってきた目出し帽をかぶった男10人に、金属バットで襲われて殺害され、友人2人も軽傷を負ったというものだ。目出し帽をかぶって金属バットで襲われたって、まるで強盗みたいね。ああ、だがこの事件は強盗ではなく、初めから殺人目的で店に入ってきたんだ。さらに不幸なことに、狙われた男性は全くの人違いで殺害されたんだぜ。人違いで殺害されたってどういうことなの？今回の事件で命を奪われたのは、クラブの常連客であった31歳のキャバクラ経営者だ。店に来店した際はいつも同じ VIP 席に座っており、事件当日も店を予約した上で、男女の友人2人ずつの計4人で酒を楽しんでいたという。キャバクラ経営って聞くとあまりいいイメージがないけど、少なくとも事件の被害者は、純粋にお酒を楽しんでいただけだったのね。ああ、実際、事件後に加害者や背後にいる組織と、何らかの関連性があったのではないかという、根も葉もない噂が広まったが、組織側の元構成員から全く関係がないという証言が出ているぜ。え、組織ってどういうことなの？実は今回の事件を起こしたのは、関東連合、の構成員だったんだ。その、関東連合、っていうのは何なの？なんとなく名前は聞いたことがある気がするけど、具体的にはどういう集団なのか気になるわ。そうだな、一旦ここで関東連合について解説するぜ。関東連合は、1973年から2003年まで、東京の杉並区や世田谷区を中心に活動していた暴走族だ。暴走族だったのね、あれ？2003年までって、事件が起こったのは2012年よね。ああ、公式な見解としては、2003年に解散したことになっているが、実際は解散した後も所属メンバー同士が繋がっていて、今回の事件が起こった六本木などで、何かが起こるとたびたび容疑者として、名前が浮上してきたんだ。ああ、だから私も名前を聞いたことがあったんだわ。クラブで被害者を殺害した後、関東連合のグループは店を後にして、2台のワゴン車に乗り込み、そのまま東大和市を経由して埼玉県へと逃走した。店の中で凄惨な事件が起きていたのに、お客さんは気づかなかったの？被害者が座っていたのが VIP 席で、他の客と離れた場所だったことに加え、事件発生当時クラブ内では、音楽イベントが開催されており、大音響が響いている状態だったため、事件が起こっていることに客は気づかなかったんだ。ああ、確かにそういうクラブは、大音響で騒いでいるイメージがあるわね。事件の調査を開始した警察は、発生から5日後の9月7日、店の防犯カメラが撮影していた映像と、映り込んでいた容疑者5人の顔写真を合わせて公開したんだ。映像と写真が公開されたのね。少しでも逮捕につながる情報がつかめるといいのだけど、霊夢の言う逮捕につながる情報はつかめたぜ。映像と写真を公開したことで、映っていたのが関東連合の関係者ではないかという情報が寄せられたんだ。情報提供があったのね。こうした情報は報奨金がないと提供されないイメージがあるから、得られたのは本当に良かったと思うわ。確かにな。その後、逃走に使われたワゴン車2台のうち、1台が関東連合元構成員が、役員を務める会社の名義になっていたことが判明し、警察は同社を殺人容疑で固く捜索したんだぜ。元暴走族が役員を務めているって、想像できないんだけど、そんなことがあり得るの？実は関東連合の構成員は、いわゆる荒れた家庭で育った不良少年ではなく、比較的裕福な家庭で育った人物も多いんだ。その中には数億、数十億の資産を持っている構成員もいるという話だ。ああ、もともと家庭に資産があったってわけね。それだけの資産を持てるのなら、ビジネスで成功しているでしょうから、流れで役員になったというのは考えられるわね。そうだな。そして翌月、思わぬ余罪が発覚することになる。思わぬ余罪って何なの？事件が起こったクラブはその後、店名を変えて営業していたんだが、翌月になって、経営者が営業するのに必要な申請を出して、許可をもらっていなかったとして、経営者ら8人が無許可営業の容疑で逮捕されたんだぜ。あちゃー、事件があったのは気の毒だけど、法律に違反しちゃダメでしょ。ああ、だがそれ以上進展が見られなかったため、警察は同年12月に捜査本部を設置、それまで捜査していた刑事一課に加え、組織犯罪対策部からも人員を投入したんだ。あれ、捜査本部ってすぐに設置されるものじゃないの？それに組織犯罪対策部っていうのは何なのかしら？順を追って解説しよう。まずは捜査本部についてだが、実は全ての事件に設置されているというわけではなく、殺人等の重大事件に対して、設置される臨時組織のことを指すんだ。そしてその人員は、捜査を担当している警察署の刑事に加え、警察本部から派遣された刑事、さらには必要に応じて指揮を取る警視正や鑑識も派遣されるんだぜ。つまり、特定の事件を捜査することを専門にする人たちが、臨時に集められたのが捜査本部ってわけね。
ああ、そして今回の事件では、さっき言った刑事に加え、暴力団などの組織が起こした犯罪や、国際的な犯罪を取り扱う部署の人員も派遣されたんだ。暴力団って、ああ、関東連合は暴走族ではあるけど、暴力団ではなかったわね。その上で、そこまでの人員が派遣されたってことは、それだけの問題ってことなのかしら。だな、その後捜査本部は凶器準備集合罪により、17人の逮捕状を取得し、翌2013年の1月9日に、別の事件で公判を受けていた石本太一容疑者と、12月9日に出頭し事情聴取していた2名についての逮捕状を取ったんだ。凶器準備集合罪って聞いたことがない犯罪ね。一体どんな内容なの？凶器準備集合罪は刑法208条の2に規定されていて、凶器を準備、あるいはその可能性がある状態で、人を集めた場合に成立するんだ。なお、ここで言う凶器とは、銃刀の明らかに凶器として製造されたもののほか、包丁など、本来と違う使用方法で人を殺せるものも含まれているぜ。今回の事件では金属バットが該当するってわけね。ああ。ただし、これだけだとあまりに範囲が広すぎるため、さらに二人以上が共同で人に危害を加える目的で集合したと証明できた場合に、凶器準備集合罪が成立するんだ。まあ、金属バットも本来は野球に使う道具だものね。バットを持って集まっただけで、逮捕されていたら、草野球もできなくなっちゃうわ。ああ。実際、興味本位で参加した集会に実は危険人物が混じっていて、そのせいで冤罪を受けてしまう可能性もなくはない話だ。だから5人逮捕されないためにも、危ない集団には近寄らないようにした方がいいぜ。それで、逮捕状を申請した後はどうなったの？1月10日、事件後に海外へと移動していた容疑者8人を逮捕、その後21日までに、関東連合の構成員や関係者計18人が逮捕されたんだ。無事に逮捕されたのね、これで。いや、まだ事件は終わっていないぜ霊夢。え、どういうことなの？実は逮捕された人物の中に、主犯格と思われている見立て新一が含まれていないんだ。つまり、今回の事件を主導していた張本人が捕まっていないってこと？ああ、主犯はフィリピンに潜伏していると思われているが、2022年5月時点においても、まだ逮捕されておらず、警視庁は国際指名手配を行っているんだぜ。今も逃走を続けているのね。嫌な話だわ。で、逮捕されたメンバーはどうなったの？2013年1月31日に逮捕した18人中、半数の9人を殺人容疑で再逮捕したが、検察は殺人罪での起訴を断念して、傷害致死罪で起訴することにした。どうして殺人罪で起訴しなかったの？集団による殺人の場合、一人一人の殺意を証明するのが、困難だからというのが理由だ。確かにそうかもしれないけど、なんだかやりきれないわね。それに、さっきマリサが言っていたけど、被害者が人違いで殺害されたってどういうこと？それじゃあここからは、被害者が人違いで殺害された件について、深掘りしていくぜ。ええ、ぜひ聞かせてほしいわ。そもそも今回の事件が発生したのは4年前、つまり2008年に起こった別の事件が原因なんだ。別の事件というのはどんなものなの？さっき名前を出した見立て新一の誕生日に、関東連合と親しかった会社員のキム・ガンホンが、東京都新宿区で集団リンチにあって、殺害されたんだ。世間では西新宿事件と呼ばれている。金属バットで集団リンチって、今回の事件と似ているわね。ああ、警察の捜査では犯人を特定できず、事件は迷宮入りしているぜ。だが一部では、関東連合と対立するグループが主犯となって、西新宿事件を起こしたのではないかと言われているんだ。つまり、暴走族の派閥抗争がエスカレートした結果、起こってしまった事件かもしれないのね。西新宿事件の被害者は、対立グループから狙われるほど、関東連合と親しかったの？津屋の席で、関東連合の構成員が、敵討ちを誓っていることからも、それなりに慕われていたようだぜ。だが一方で、対立するグループとも親しくしていたり、山口組とも関わりがあったりなど、どういった立ち位置にいるのか、はっきりしない人物と言われているぜ。すべてと仲良くしようとしたのか、それとも漁夫の利を得ようとしていたのか、どうとでも取れる立ち位置ではあるわね。事件が起こるまでそれができていたというのは、ある意味すごいけど。ああ、そして対立グループのリーダーと言われる男が、今回の事件における被害者とよく似た特徴を持っていたんだ。ということは、まさか、そう、今回の事件で被害者となった人物は、対立グループのリーダーと間違われて、殺害されたのではないかと考えられているんだぜ。そうだとしたらますますやりきれないわね。全く関係ない人と間違われて命を奪われただけでなく、間違い元の人が裏社会の人間だなんて。ああ、そのこともあるのか、この事件は関東連合を陥れるために、
対立するグループが仕組んだ人違い殺人ではないか、という陰謀論も流されてるんだ。そこまでのことができる人物なの？まあ、あくまで噂だから、ここでわかっていること以上の言及はできないぜ。だけど主犯格がまだ捕まっていないなんて、その見立て真一っていう人物は何者なの？よし、ここからは未立真一という人物について掘り下げていくぜ。主犯のことがわかれば、事件の真相に近づけるかもしれないわね。見立て真一は、1979年3月16日に静岡県沼津市で生まれたんだ。判明している家族は、タクシー運転手の父親と2歳年上の姉の2人だ。あれ？母親についての情報がないわね。ああ、単に情報がないだけなのか、それともいないのかについては分かってないぜ。だが、片親だからといって、小学校時代から荒れていたわけではなく、姉ともども優等生として通っていたらしい。だが中学2年生あたりから、徐々に素行が悪くなっていったんだ。確かにそのくらいの年だと難しいところはあるけど、急に悪くなるなんて、一体何があったのかしら。今の話を聞く限りでは、特別な何かが起こったというわけでもなさそうだし、本人にしかわからない何かが起こったのかもしれないな。見立ては、中学2年生から不良グループに入り、たびたび少年院に出入りするようになったんだぜ。実際は、その前から動物を虐待するなどの行動が見られたそうだが。動物を虐待するって、少年犯罪の前兆でたびたび言われていることね。確かにそうだな。実際神戸連続児童殺傷事件の犯人である元少年 A も、人を手にかける前に猫を虐待していたという話があるな。元少年 A と同じような傾向が見立て真一にも見られたってこと？だが見立ての場合は、より立ちが悪いかもしれないぜ。少年院は彼が入ってくるたびに IQ テストを実施したんだが、その数値はなんと145という驚異的なものだったんだ。IQ って確か知能指数のことよね。確かに本人の平均値は100くらいって聞いたことがあるわ。ああ、高い方でも130あればいい方だと言われているから、見立ての IQ は相当なものだと言えるな。それだけ頭がいいのに、悪い方向へと向かってしまうのを止められなかったのね。それに、高い IQ が悪事に使われるほど恐ろしいことはないぜ。実際、その手腕を活かしたのか、当時ほとんど消滅状態だった。関東連合を見事に復活させたんだ。もう少し早く消滅していれば、少なくとも今回の事件は起きなかったかもしれないのに。で、見立ては高校には進学はしなかったの？一応、高校には進学したが、たった2ヶ月で中退したんだ。その原因も、やはり素行の悪さを問題視されたからだと言われているぜ。すでに手がつけられないほどの存在になっていたそうだ。その時には、もうどうしようもないところまで来てしまったのね。それからはどうなったの？見立ての手によって復活した関東連合は、当然ながら見立ての性格を反映した暴走族へ変わっていったんだ。敵対する相手への攻撃は容赦がなく、残虐王子という呼び名まで付けられたらしい。王子って聞くと名誉ある異名ってイメージがあるけど、今の話ほど、それが当てはまらないケースも他にないと思うわ。そうだな、一方で頭の良さゆえなのか用心深さも合わせ持っており、報復を避けるために、関東連合のメンバーにすら、自宅の住所や電話番号を教えていなかったそうだ。頭の良さが変なところで活かされちゃってるのね。見立ては成人した後、一旦暴力からは離れるが、次は金稼ぎにその悪知恵を使うようになるんだ。暴力からは離れたけど、やっぱり悪い方向に使うのね。ああ、見立ては闇金業者として活動し、時には多重債務者詐欺まで働いたそうだ。多重債務者詐欺って一体どんな詐欺なの？すでに多重債務に陥っている人を狙って、実際には貸していないお金を取り立てる詐欺のことだぜ。つまり貸してもいないお金を返せと言っているのね。そんな方法がうまくいくのかしら？ああ、多重債務者は、すでにどこからいくら借金をしているのか、わからなくなっていることが多い。そこで見立ては、わからなくなっていることにつけ込んで詐欺を働いたんだ。もちろん詐欺は大問題だけど、そもそも多重債務に陥らないよう気をつけていれば、と考えると、このケースに関しては少し考えさせられるわね。そうだな、だが見立ての金に対する執着は次第にエスカレートし、時にはマルチ商法にまで手を出していったそうだぜ。そして、30歳までに100億円を稼ぐ、などと口にしており、周囲からも本当にやりそうだと言われていたぜ。もう金の亡者としか言いようがないわね。だが2006年の賃金業法改正により、闇金事業を続けることが困難になると、徐々につまずき始めたんだ。野球賭博や株取引に手を出しては、ことごとく失敗して資産を溶かしていったんだ。うわぁ、悪戦身につかずってまさにこのことね。その後は今回の事件を起こし、さっきも言ったように、現在はフィリピンに潜伏していると考えられており、国際指名手配を食らっているんだ。現在でも、警視庁のホームページで、
600万円の懸賞金をかけて、情報提供を呼びかけているんだぜ。今検索してみたけど、潜伏しているというのはあくまで噂であって、すでに日本へと戻っている可能性もあると考えられているのね。事件の起こった東京のほか、埼玉や宮城、出生地の静岡も向かった可能性があると、書いてあるわ。すでに戻っているとしたらその理由は何なのかしら？日新塾事件の主犯格と思われる人物への復讐を諦めていないのが、最大の理由だと言われているな。少なくとも、それを果たすまでは、出頭しないとも言い切っているそうだ。他のメンバーは次々と逮捕されているのに、まだ復讐に燃えているのね。ああ、最後に逮捕されたメンバーのその後、つまり事件の裁判結果について、解説していくぜ。殺人での起訴を断念したとなると、大きな罪には問えそうにない気がするわ。2013年8月9日、東京地裁は、凶器準備集合罪のみで逮捕された構成員に対しては、前科がないことや上に従っていただけという立場を考慮し、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を言い渡したんだ。まあ、上に従っていただけならこのくらいが限界なのかもね。次に、傷害致死罪で起訴されたメンバー9人に対しては、裁判員裁判にかけられることとなり、それぞれに、8年から15年までの懲役が課せられることになったんだぜ。こちらは猶予なしの判決なのね。まあ仕方ない気もするわ。だが裁判はこれで終わりじゃないんだ。翌年2014年4月22日に9人のうち3人が、遺族に弁償金を支払った、ため、2年減刑されたんだぜ。謝罪する意思は見せたみたいだけど、お金で解決するわけではないのよね。同年12月18日、石本太一に対して、東京高裁は、一審の判決は石本の責任を軽く見ている、と判断して破棄し、改めて懲役15年を言い渡したんだぜ。石本はこれを不服として告訴したが、翌年2015年6月8日、最高裁は、石本の控訴を棄却し刑が確定したんだ。やはり死刑や無期懲役まではいかなかったのね。なんとなく予想はしていたけど、なんだかやりきれないわ。そうだな。一方、今回の事件で主要メンバーのほとんどが逮捕された関東連合は、現在事実上の解散状態となっているぜ。長年問題を起こしてきた暴走族が1グループいなくなっただけでも、まだ良かったと思うしかないのかしら。そうだな。だが見立てが逮捕されていない以上、事件は終わったわけではないだろうな。私たちも気をつけないといけないわね。いつどんな形で巻き込まれるかわからないのだから。5つ目、王将社長射殺事件。この事件が起きたのは2013年12月、京都市山科区にある王将本社で、当時王将フードサービス社長だった、大東隆行さんが射殺された事件だな。このニュースが流れた時は、とても驚いたわ。餃子の王将は全国各地にある有名チェーン店だからな。しかも社長だった大東さんはテレビにもよく出ていたわよね。ああ、たびたびテレビに出る名物社長だったぜ。殺害したのは殺しのプロ？なんて噂なかった？誰かから依頼されたんじゃ？とかも言われていたな。でもずっと事件解決には至らなかったのよね。と思いきや犯人逮捕だなんて、急展開で驚きだわ。じゃ、事件発生から犯人逮捕までを詳しく説明していくぜ。2013年12月19日、5時39分、王将フードサービス社長の大東さんは、いつものように奥さんに見送られながら、自宅から直線距離で約800メートル離れた本社へ出勤。社長ってことは、送り迎えしてくれる運転手はいたの？いや、大東さんは毎日自分で運転して出勤していたんだ。それはびっくりね。しかも随分早い時間に出勤しているのね。大東さんは毎朝誰よりも早く出勤して、会社の前を掃除するのがルーティンだったんだぜ。社長自らがそういうことをする会社って、とても素敵な会社ね。大東さんのルーティンは、よくテレビでも放送されていたぜ。有名だったのね。この日もいつも通り、日課の掃除から一日が始まるはずだった。5時45分、王将フードサービス本社の北側にある駐車場に到着し、大東さんが車を止めて降りたところ、待ち伏せしていた犯人によって拳銃で撃たれてしまったんだ。防犯カメラには、大東さんに人影が近寄る様子が映っていたことから、大東さんはその時に射殺されたと思われるぜ。その後第一発見者である男性従業員が、心肺停止の状態で自家用車の横で倒れている大東さんを発見し通報。すぐに大東さんは病院に運ばれたが、間に合わなかったのね。司法解剖の結果、死因は心臓破損による失血死。凶器は拳銃で至近距離から4発。その4発すべてが急所に命中していたんだぜ。すべてが急所に？ああ、これが、犯人は殺しに慣れた人、だったんじゃないか？って言われる理由の一つだな。
でも凶器が拳銃って、撃った時の発砲音とかを聞いた人がいるんじゃないの？警察が現場周辺の住人に話を聞くと、5時45分、大東さんの車が止まっているのを見た、と証言した人はいたが、発砲音を聞いた人は現れなかったんだ。そのことから犯人は、銃声を消すサイレンサーを使用していた可能性があるぜ。サイレンサーなんて、普通の人は使わないわよね。犯人は殺しのプロセスが、さらに濃厚になってくるよな。被害者が大手企業の社長となると、お金目当ての犯行なのかな？ところが大東さんの着衣に乱れや争った形跡はなく、財布や小銭入れも奪われていない。さらに車内には現金100万円があったそうだが、それも手つかずで残されていたんだぜ。なるほど。強盗目的じゃないことは明らかね。強盗目的じゃないとなると、大東さんに強い恨みを持った誰かが犯行に及んだと推測されるぜ。事件当日の夕方、王将フードサービスは緊急会見を開いたんだ。社長の偉大さや優しさを伝えながら、恨みを持った人間が関与している。可能性について真摯に向き合うと発表。社長自身は良い人だったとしても、会社的に恨みを持った人がいたのかしら？この時、王将フードサービスは係争中の案件をいくつか抱えてはいたが、直接この事件に結びつくとは考えられないと主張したんだ。そして事件発生から4ヶ月後の2014年4月、警察は事件現場から約2キロ離れたアパートの駐輪場で、犯行に関係している可能性があるバイク2台を押収したんだ。バイク？犯人はバイクに乗っていた人物なの？現場から南側にある倉庫の防犯カメラに、社長の車のライトの他に、西から東に動く別のライトが映っていたんだ。分析の結果、光の角度からそのライトは、バイクの可能性が高いと判断し警察はバイクに目をつけていたんだぜ。押収されたバイクからは、何か出たの？押収した2台のうち、1台の右ハンドルから硝煙反応が出たんだ。硝煙反応って、銃を撃った後に残るやつよね。普通に生活しててそんなもの検出されるとは思えないし、この事件に関係がありそうね。残りの1台は、ナンバープレートが付け替えられていたそうだ。さらにこの2台は、この事件の2ヶ月前に京都市内で盗まれたものだ。ということが判明したんだ。足がつかないよう、盗んだバイクを使ったってことかしら。その可能性が高いな。警察は王将フードサービス社役員や取引先に事情聴取を実施したり、現場周辺の防犯カメラやドライブレコーダーを解析するも、犯人に繋がる証拠は出てこなかったんだ。警察にも303件の情報提供があったが、どれも有力な情報とはならなかったぜ。ここまで犯人に繋がる証拠が出てこないなんて、やっぱり殺害に慣れている人だから、こんなに証拠がないの？それもあるが、事件当日の天気とかも関係しているぜ。まず目撃者がいないことについてだ。事件が起きたのは12月の早朝。5時なんて、この時期は外もまだ真っ暗よね。しかもその日の天気は雨だったんだぜ。じゃあ雨のせいで証拠が流されちゃったってこと？そういうことになるぜ。でも大きい会社だし、防犯カメラとか設置されていたんじゃないの？それが、本社敷地内には防犯カメラを1台も設置していなかったんだぜ。いろいろな不運が重なってしまったのね。こんなに少ない証拠じゃ、犯人なんて見つからなそうだけど。だがまるっきり、証拠がゼロってわけじゃないんだ。そうなの？じゃあ次は見つかった証拠にも触れながら、犯人像や凶器などについて解説していくぜ。犯人像、4発すべてが急所に命中していたり、サイレンサーを使用したり、どう考えてもプロとしか私は思えないわよ、マリサ。犯人が殺しのプロだと思われる証拠はまだあるぜ。凶器となった拳銃は小型の25口径。どういう特徴があるの？殺傷能力は低く、反動も少ないから簡単に扱えるのが特徴だ。さらに弾丸は細工されていたなんて噂もあるんだ。細工？一体どんな細工が？すぐ死なないような細工がされていたそうだ。すぐに命を奪うんじゃなくてできるだけ苦しめるためってこと？そう解釈できるよな。銃の性能を熟知し、さらに弾丸を加工。しかも撃った4発すべてが急所に命中なんて、銃社会じゃない日本で一般市民の素人にそれができるとは到底思えないわね。でもさっき、犯人に繋がる証拠はゼロじゃなかった、って言っていたわよね。一体どんな証拠が出たの？事件発生から2年後の2015年12月、事件現場の隣にある倉庫等通路で採取されていた、タバコの吸い殻に付着していた DNA 型が、ある男のものと一致したんだ。おお、急に大きく動いたわね。その男って誰なの？九州の暴力団組員のものだぜ。暴力団？現場周辺には数十本の吸い殻が落ちていたんだが、事件発生直後の捜査でその大半は吸った人が誰なのか判明していたんだ。でも一部の吸い殻については、誰のものか不明だったんだぜ。その、不明な吸い殻、が、捜
その九州の暴力団組員のものだったって2年後に分かったのね。九州の暴力団に関係する証拠が、実はもう一つあるんだぜ。犯行に使われたと推測されるバイクが、現場周辺を乗用車と並んで走っていたのが判明したんだ。乗用車？その乗用車、ナンバーが九州地方のナンバーだったそうだぜ。たまたま現場周辺に住んでいた九州出身の人の可能性もあるわよね。だがその乗用車はその後、九州まで走行した記録が残されているんだ。そして調べていくと、その車の持ち主が九州の暴力団組員のものだと判明したんだ。なるほど。つまり九州の暴力団組員が、現場に来ていた可能性が高いってことになるのね。京都府警はこの人物の当時の行動を調べるために、現地の警察と合同捜査本部を設置、九州方面を集中捜査したが、証拠不十分で犯人特定には至らなかったんだぜ。DNA が付着したタバコの吸い殻は証拠になりそうなのに、ダメだったのね。警察はこの事件に20万人の捜査員を投入したが、犯人の足取りがつかめず、事件は未解決入り。と思いきや、最近犯人が逮捕されたのよね？ああ。事件から9年経った最近、ある男が逮捕されたんだぜ。その犯人って一体誰なの？田中幸雄容疑者。56歳だ。現場付近に残されていたタバコの吸い殻に付着していた DNA は、この田中のものだったんだぜ。でもさっき、証拠不十分で犯人を特定できなかったのよね？それがどうして今になって逮捕できたの？それじゃ田中容疑者が逮捕されるまでの経緯を説明していくぜ。よろしく頼むわね。逮捕された田中容疑者は、福岡県の特定危険指定暴力団工藤会系の暴力団幹部だ。工藤会は構成員が250人いるとされていて、特に危険だとして日本で唯一の特定指定暴力団に指定されている団体だぜ。そしてさっきも言った通り、田中の名前は2015年から浮上していたぜ。そりゃ現場付近に田中容疑者の DNA が付着したタバコの吸い殻が落ちてたら、事件に何か関係があるかもって思われて当然よね。っていうか、どうしてその時逮捕できなかったの？証拠不十分ってマリサはさっき言っていたけど、当時はその吸い殻を第三者が、そこに置いた可能性も考えられたんだぜ。なるほど。それだけじゃ田中容疑者がその場所にいた、っていう証明にはならないのね。だが今は鑑識の技術とかも当時より上がっているからな。再度そのタバコの吸い殻を調べてみると、現場で吸っていたタバコの吸い殻だと確定したんだぜ。当時は田中がその場にいたことを証明できなかったけど、今の技術ではそれが証明できたのね。さらに事件現場付近の防犯カメラには、田中容疑者によく似た男が映っていたそうだ。そして2022年10月28日、大東さんを殺害した疑いで逮捕されたんだぜ。私はずっとプロの殺し屋かと思っていたけど、犯人はヤクザだったのね。でもどうしてヤクザが大東さんを殺害したの？ヤクザに恨まれるようなことをしていたの？大東さんと田中容疑者には接点はないぜ。ということはつまり、誰かが田中容疑者に大東さん殺害を依頼したんだろう。漫画の中の話だと思っていたけど、現実でもそんなことがあるの？恐ろしいことにな。しかも大東さんは殺害される1年前くらいから周囲に、殺されるかも、と漏らしていたそうだ。何か心当たりがあったってこと？どうして大東さんは殺されるって思っていたの？誰に狙われていたの？じゃあ最後にこの事件で残された謎について解説するぜ。よろしく頼むわ。事件から3年後の2016年、王将フードサービスは反社会勢力と関係があるのかを調査するため、第三者委員会を設置したんだぜ。調査の結果、王将フードサービスと反社会的勢力と関係はなかったと発表されたが、別のとんでもない事実が判明してしまったんだ。とんでもない事実？過去に第三者との間で、不適切な取引があったらしいんだぜ。王将フードサービスは1995年から2005年までの約10年間、ある企業グループへ多額のお金を流出していることが分かったんだ。どれくらいのお金を流出したの？総額260億円で、そのうちの170億円が回収不能だ。それはかなりの額ね。お金をもらっていたその、ある企業って、王将フードサービスとどういう関係があるの？そこで登場するのが A 氏だ。A 氏は王将フードサービス創業者と密接な関係だったらしい。1989年に王将の店舗で起きた火災事件の際に、A 氏は被害者との和解交渉を引き受けたりしていたんだぜ。仲良しだったからその人の企業へ勝手に260億円も貸し付けたってこと？それが第三者委員会の調査で判明したんだぜ。それはかなり大事ね。でもそれと大東さんが殺害されたこと、関係あるの？関係終わりなんだぜ。大東さんは2000年に社長に就任した後、A 氏との不適切な取引を解消しようとしていたんだ。
そのために大東さんは時間をかけてその取引を清算し、2013年11月に報告書をまとめていたんだ。事件の起きる1ヶ月前ね。それでこの事件が起きたの？さすがにわかりやすすぎない？実際大東さんも、殺されるかもしれない、と、周囲に漏らしていたからな。で、悲しいことにその不安が的中してしまった。逮捕された田中容疑者はなんて言っているの？黙秘を続けているぜ。でも警察も田中容疑者に殺しを依頼した誰かがいると推測し、捜査を進めているぜ。なんとなくその A 氏が関係しているように感じるんだけど、田中容疑者が逮捕されてからこの A 氏も関係者として、事情聴取を受けたが、A 氏は田中容疑者について、面識はない、とはっきり述べたそうだぜ。この事件が解決されるのはまだ先になりそうね。2013年、餃子の王将で有名な王将フードサービス社長大東さんが、何者かに銃で射殺された事件。霊夢はどう感じた？社長が殺害されたとなると、やっぱり金目当ての犯行かな？って最初は思ったけど、事件の概要を知っていくうちに、大東さんを恨んでいた誰かの存在が出てくるわよね。その、誰か、が大東さん殺害を田中容疑者に依頼したのは確かだよな。不当な取引をしていた、A 氏、の存在がやっぱり気にかかるわ。その企業との関係を断ち切ろうとしたから事件に、巻き込まれてしまったって考えるのが妥当よね。殺されるかも、と周囲に漏らしていたのも気になるぜ。脅されていたのかしら？じゃなきゃ、殺されるかも、なんて思わないわよね。この事件、組織的な背景があるように思うぜ。6つ目、服用解放薬物事件。谷口愛理って聞いたことがあるような気がするんだけど、有名なグループの人なの？谷口愛理は1999年3月14日生まれ、福岡出身の元アイドルで、所属していたのは HKT48 だ。HKT48 ってかなり有名じゃない。HKT48 は AKB48 と同じ系列のアイドルグループで、秋元康がプロデュースしていることでも有名だな。アルファベットからわかるように、福岡市の博多を拠点にしている。メンバーも主に福岡県出身の女の子だぜ。HKT。確かに博多だわ。私も名前を聞いたことがあるくらいだし、かなり話題のアイドルだったのかしら？ HKT48 は2011年に結成されたグループで、当初はそこまで知名度は高くなかったな。グループごとに特徴があるんだが、HKT48 の特徴は、メンバーの平均年齢 13.8 歳という若さだったんだ。名前が一気に拡散したのは、結成の翌年に指原莉乃が移籍したことがきっかけだぜ。ビッグな人が入ってきて、一気に話題になったのね。谷口はその頃から HKT48 にいたのかしら？いるぜ。谷口は HKT48 の一期生としてオーディションに合格したメンバーで、結成メンバーの一人でもあるからな。ちなみに谷口も若く、加入時は中学1年生の12歳だったぜ。この頃から可愛いわね。すごく整った顔立ちだけど、ハーフなの？その通りで、谷口は日本人とフィリピン人のハーフだ。フィリピンと日本のハーフは美形が多いと言われるが、谷口もその例に漏れず、整った顔立ちをしているよな。どっちの親が日本人で、どっちがフィリピン人なのか、気になるわね。そういう情報は出てないのかしら？おそらくは母親じゃないかと言われているが、詳細は不明だぜ。谷口は母親の話をすることはあるが、父親の話を出さないんだ。両親が不仲だったんじゃないかと推測する人もいるぜ。片方しか親の話題が出てこないなんて、そんなに複雑な家庭環境なの？母親と兄と3人で写ったプリクラをツイッターに投稿していたりしたから、父親以外との関係は良好のようだぜ。ただ、父親との関係に関しては不明瞭な部分が多いんだ。何せ、HKT48 に入ったきっかけは父親だったそうだからな。話は出てこないし写真にも入ってないけど、アイドルになったきっかけを作った人、確かによくわからないわね。でも、オーディションを受けて合格するなんて羨ましいわ。谷口は当時、AKB48 の大ファンで、板野友美に憧れていたようだし、合格した喜びもひとしおだっただろうな。グループは違うけど、憧れの人と同じステージに立てる可能性もあるし、すごいことだわ。というわけで、HKT48 の結成メンバーとして、活動を開始した谷口だが、持ち前の美貌とファンサービスから、たちまち人気になったんだ。清純派な見た目と釣り対応ができる点が高く評価されていたぜ。初めて聞いた言葉なんだけど、釣り対応って何なの？釣り対応というのは、主に握手会でのテクニックだな。手の握り方とか目線の使い方が上手くて、他のメンバーのファンまで自分に惚れさせてしまうようなテクニックのことだ。谷口はそれが上手かったようで、ファンの中にはうっかりガチ恋してしまう人もいたんだぜ。
12歳くらいでそんなことができるなんて、谷口にはアイドルの才能があったのね。だが、そんな才能を秘めていながら、谷口は結成から1年後の2012年8月に HKT48 を卒業してしまうんだ。何があったのかわからないけど、もったいないわね。その後は別の芸能事務所に移り、グラビアアイドルとしての活動を始めたんだ。その時も光るものがあったようで、2014年の聖コレアルティメット2014では、読者投票1位を獲得し、グランプリに輝いている。すごい。グラビアアイドルの才能もあったのね。だが、そこからは表立った活動がなくなり、芸能界から谷口は姿を消したんだ。次に彼女の名前が報道されたのは、6年後の2020年4月のことだ。また、何かのグランプリを取ったりしたのかしら？いや、大麻取締法違反の疑いで、福岡県警に逮捕されたんだ。元 HKT48 メンバーだったこともあって、この事件は大きく報道されたんだぜ。逮捕、元アイドルでグラビアでも活躍してたのに、何があったら逮捕されちゃうの？じゃあ次は、順調に見えたアイドル活動の裏にあった、谷口の素行について話していくぜ。HKT48 のメンバーになり、順調に人気を獲得していた谷口だが、裏では素行不良が目立っていたんだ。HKT48 の脱退理由は一身上の都合で卒業とされてはいるが、実は炎上騒動があったんだぜ。素行不良で炎上するって、学校での態度が良くなかったとか、そういうレベルじゃないわね。霊夢の予想通りだぜ。まず、谷口には未成年飲酒や喫煙の疑いがあったんだ。中学生なのに飲酒と喫煙、本当だったらアイドルとして以前に、法律的にアウトだわ。だが、中でも致命的だったのは、ファンの男性3人とのお泊まり疑惑だぜ。男性とお泊まり、しかもファンが相手なんて、どんな疑惑なの？この疑惑は48グループ全体でも問題になった話だから、少し深掘りして説明するぜ。まず、グループメンバーが利用していたのは、2019年まで存在していた Google プラスという SNS サービスだ。ファンたちの間では、ググタスと呼ばれていたな。その Google プラスを48グループのメンバーたちが使っていたのね。でも、それがどうなったら問題になるのかしら？48グループは Google 社と提携していて、たくさんのメンバーたちがググタスに登録して、思い思いの投稿をしたんだ。運営側はメンバーの投稿内容をチェックしないことを明言していて、ファンはメンバーの本音をリアルタイムで見られるというメリットから、ググタスを利用していたぜ。ファンにとってはありがたいサービスだと思うけど、さすがにメンバーの発言を放置しておくのはまずくないかしら？ HKT48 のメンバーなんて15歳にもなってないわよね。ああ、谷口も含めた多くのメンバーが未成年どころか中学生だからな。実際、別のグループでも投稿内容が、炎上騒ぎに発展したことも少なくないんだ。いくらリアルな声を発信したいからって、運営側がノーチェックなのはやばいよな。実際、個人的にメンバーに連絡を取るファンが、現れてしまったんだぜ。アイドルがファンと個人的に交流するのって、あんまり良くないわね。じゃあ、ファンの男性3人とお泊まりっていうのも、そこから繋がったのかしら？そのようだな。その後、ヤフー知恵袋に菅本優子、江藤さやか、谷口愛理と、もう一人のメンバー計4人がファンの男性宅にお泊まりして、飲酒喫煙をしたという情報が書き込まれたんだ。公的な事件にはなっていないが、当時の劇場支配人にも垂れ込みがあって、これはかなりの炎上騒ぎになったんだぜ。アイドルとしてもそうだけど、15歳にもなってない未成年が男性の家にお泊まりで、飲酒と喫煙だなんて、大問題だわ。その後、別のメンバーの小森ゆいが脱退したんだが、その発表前に、芸能界がこんなに恐ろしいのも知りました。たくさん学んだな。人って簡単に信じちゃダメなんだね。本当にありがとうございました。という意味深な投稿をして、直後に削除されるという闇を感じる出来事も起こっているんだ。お泊まりとは関係のなさそうなメンバーだけど、裏で何が起こっていたの？これは噂の域を出ないが、まず小森ゆいがファンと親密な関係になり、それが HKT48 劇場の支配人にバレたんだ。そこで厳重注意を受けた小森が、うっかり他のメンバー4人のお泊まりを、支配人に話したことから事件が大きくなったそうだぜ。最終的に、小森から相談を受けた指原里乃が、支配人に話しに行ったことで、お泊まりが事実だと確定したとのことだ。なんというか、雪だるま式に大事件になっていってるわね。まあ、これは噂に過ぎないんだけどな。事実なのは、小森や谷口を含むメンバー5人が脱退したことだけだ。小森ゆいの父親は、お泊まり事件に関わっていないのに、不当な理由による脱退処分が行われた。として訴訟も起こしているぜ。HKT48 どころか48グループ全体を揺るがしたこの一連の事件は、博多の乱と呼ばれているんだ。博多の乱。
なんか戦国時代っぽいわね。HKT グループに詳しい関係者は、谷口の人生について、すべてのきっかけは、2012年に起こった博多の乱、あそこから転落は始まっていたのです、と語っているぜ。素行の悪さがあったとはいえ、せっかく入れたアイドルグループを、脱退することになってしまったわけだから、旗から見るともったいないよな。グループを脱退してしまったのはしょうがないとして、転落というほどなの？その後もグラビアアイドルに転向して、成功してたみたいだし、言い過ぎなんじゃないかな？続きを話すぜ。さっきも言った通り、谷口は HKT48 脱退後も、芸能活動を続けることを選択したんだ。別の芸能プロダクションに移籍して、今度はグラビアアイドルとして活動を開始したんだぜ。さっきの話によれば、2014年にグランプリにもなってるのよね。具体的に言うと、聖子レアルティメット2014の読者投票で1位になったんだ。やはり芸能界で光る才能はあったようだな。だが、谷口の素行不良の噂はまだ消えていなかったんだ。今度はどんな噂なの？谷口は中学校を卒業して高校に進学したんだが、学校名を明かしていたんだぜ。沖学園高等学校という学校なんだが、ここは県内でも3本の指に入る不良校だったんだ。谷口は、他校の有名なヤンキーと交際していて、その彼氏の影響で素行が悪化していたと言われているんだ。未成年喫煙とか飲酒が、まだあったのかしら？そこに関しては定かじゃないが、学校はサボりがちだったんだ。そして、せっかくうまくいっていた芸能活動もぷっつりとなくなり、芸能界から姿を消してしまったんだぜ。男の影響っぽいけど、なんだかもったいない気がするわね。その後はどうなったの？高校を卒業した谷口は正社員として就職し、ホテルのフロントスタッフとして勤務していたぜ。だが、その仕事も1年半で辞めることになるんだ。せっかくしっかり働いていたのに、また彼氏の影響かしら？いや、フロントスタッフをしている時にスカウトを受けたそうで、谷口はキャバクラで働くことになったんだ。フロントスタッフという職業柄、その容姿が目についたんだろうな。キャバ嬢になったの？清純派アイドルだったことを考えると、すごい進路に行ったわね。清純派アイドルだったのは昔の話で、キャバ嬢になった谷口は派手な見た目をしていたぜ。それでも美貌は健在だけどな。確かに、タイプというか方向性は変わったけど、美人なのは変わらないわね。元 HKT メンバーという経歴とその容姿のおかげで、谷口は店での人気が非常に高くてな。スポーツ紙の記事で紹介されるほどの有名人になったんだ。アイドルからグラビアからキャバ嬢と転々としてるけど、どこでも成功してるのはすごいわね。だが、そんな谷口が次に報道を賑わせたのは、まさかの逮捕劇だったわけだぜ。あ、忘れてたけど、谷口って逮捕されてたわね。どんな罪だったんだっけ？大麻取締法違反だ。2020年4月16日に、谷口の自宅から、乾燥大麻と吸引に使う道具が発見されたんだぜ。薬物に手を出していたってことなのかしら。これまでの素行からすると、失礼だけどありえそうな気がしちゃうわ。というか、急に逮捕されたけど、何がどうなったら家を調べられるのかわからないわね。逮捕のきっかけになったのは、案の定というかなんというか、谷口が当時交際していた男性だぜ。二人は2018年に店で出会って、そのまま交際していたようなんだが、この相手に問題があったんだ。アイドルの時もグラビアの時もそうだったけど、この人男絡みで転落しすぎじゃないかな。それで、その男はどんな人だったの？谷口が交際していた男は、いわゆる半グレというやつでな。2020年1月20日に、監禁及び傷害の容疑で、男4人が逮捕されたんだが、そのうちの一人が谷口の交際相手だったんだ。ゴリゴリに悪いことしてるわね。監禁と傷害って、何があったの？福岡市の商業施設の駐車場で、当時19歳の建設作業員を車に押し込んで監禁し、殴るなどの暴行を加えたんだ。人数を考えると、喧嘩というよりリンチって感じだわ。半グレらしいといえばらしいのかもしれないけど、谷口の交際相手はこの事件で逮捕されたわけだが、自宅のガサ入れをした際に大麻や吸引用の道具が見つかったんだ。その中のストローから第三者の DNA が発見されたんだぜ。第三者？まさか。このことから、警察は男の家に、出入りした人間を調べたんだが、そこで谷口が浮上したんだ。そして自宅を調べた結果、乾燥大麻と道具が出てきて逮捕、という流れだぜ。乾燥大麻と道具を持っていたわけだし、言い逃れはできないわね。谷口はどうなったの？逮捕後の谷口は大麻と吸引道具について、部屋にあったのは事実だが、交際相手が置いていったショルダーバッグに入っていただけ、と供述し、自分のものではないと話したぜ。あくまで交際相手の男が置いていっただけで、自分は知らないってことかしら？そんな言い分が通るのかしら？
結果として、谷口は不起訴処分になったぜ。起訴するだけの証拠がなかったというのが理由だ。裁判にならずに済んだのね。同情するとかじゃないけど、谷口にとっては命拾いだったわね。それで、不起訴処分になったのは分かったけど、谷口はその後どうなったのかしら？谷口は現在も変わらず、中洲のキャバクラで働いているぜ。あら、逮捕されたのにまだキャバ嬢をしているの？ああ、相変わらずの人気キャバ嬢として活躍中だ。TikTok でも人気で、アカウントのフォロワー数は、10万人に届きそうな勢いなんだぜ。完全に才能を発揮してるわね。逮捕されたことは問題にならなかったの？逮捕されたと言っても不起訴処分だからな。本当にやっていたのかはわからないけど、とりあえずは起訴されなかったから問題ないってことなのかな？その辺はわからないが、夜の街だからそこもある程度は寛容なのかもしれないぜ。なるほど。振り返ってみると、谷口は人生の要所要所で、男に道を狂わされてるわね。アイドル時代はファンの男性、グラビア時代は他校の不良の彼氏、キャバ嬢時代は半グレの彼氏だからな。能力で成功しているのは間違いないんだが、その度に男の影響で台無しになっているんだ。キャバ嬢の方は問題なかったようだけどな。少なくとも、最後の逮捕劇も芸能人だったら大問題になってたわね。私が言う筋合いはないが、谷口は男を選びさえすれば、全く違った未来があった人物だったと思うぜ。こうして通して聞いてみると、博多の乱から転落が始まったっていう、HKT 関係者の話もわかる気がしてきたわね。まあ、職業や立場がなんであれ、それで幸せかどうかは本人が決めることだぜ。犯罪はダメだけどな。7つ目、3億円事件。まずは事件当日に何があったかについて話していくが、この事件が発生したのは1968年12月10日の朝だったんだ。この日、東京都府中市で東京芝浦電気府中工場の従業員、4523人に支給される予定だった。ボーナス2億9430万7500円が現金輸送車によって運ばれてたんだ。人数が多いからっていうのもあって、かなりの数のお金ね。ああ。だから現金輸送車で運搬されてたんだろうな。そんな中、白バイ隊員に扮していた何者かが現れて、その現金を全部盗んでしまったんだ。え、私あんまりそういう運搬車を見たことがないから、なんとも言えないんだけど、そういうのってそんなに簡単に盗めるものなの？当然だが普通は無理だ。だがこの事件は劇場型犯罪っていうものに分類されるものだったんだ。全員が犯人に騙されたと言えるな。どうやって盗んだの？まず事件が起こる4日前の1968年12月6日に、日本信託銀行国分寺支店長宛に速達で郵便物が届いたんだ。その内容は翌7日午後5時までに指定の場所に300万円を、女性行員に持ってこさせないと、支店長宅を爆破するっていう脅迫状だった。事件の前からいきなり物騒なことになってるじゃない。ただ、翌日7日に銀行員に扮した女性警察官を、脅迫状の指示通りに行動させて、警察官約50名を指定場所に張り込ませたんだが、結局犯人は現れなかったんだ。もしかして犯人に張り込みがバレたのかしら。だから現金輸送車の方を狙ったとか？いや違うんだ霊夢。むしろこれは現金輸送車を狙うための下準備に過ぎなかったんだよ。犯人としては300万円なんてどうでもよかったんだ。これが下準備？県の事件当日、府中刑務所裏の府中市栄町、通称学園通りと呼ばれる通りに差し掛かった現金輸送車は、その学園通りの途中で後方から白バイに追い抜かれたんだ。この時その白バイは道を塞ぐようにして停車して現金輸送車の動きも止めたぜ。これが犯人なのね。白バイに乗ってたってことだけど、確かあれって警察で使ってるものよね。一般人が入手できるものなの？あれには交通整備を行うための装備がいろいろ付けられてるから、普通はその装備を手に入れる段階でつまずくと思う。ただ、偽装も不可能ではないだろうな。でも輸送車の人たちはその犯人を違和感なく本物の白バイ隊員だって思ったのよね。いや、実は少し奇妙な点はあったみたいなんだ。その白バイはなぜかバイクの後方に軽自動車用のシートカバーを引っ掛けたまま、それを引きずって走ってたんだ。確かにそれは変ね。どういう意図があるのかしら？考えられるのは土などに残るタイヤ痕を消すためとかかな。アスファルトだと難しいが、土だと柔らかいから後からシートを勢いよく引きずれば跡を消せそうじゃないか？正確な意図は分かってない感じなのね。その後は？白バイから降りた犯人は車に近寄り、運転手に小金井署のものですが、巣鴨警察署からの緊急連絡で、あなたの銀行の巣鴨支店長宅が爆破されました。この輸送車にもダイナマイトが仕掛けられているという連絡があったので、車の中を調べてくださいって言ったんだ。
運転手は昨日点検したが、そのようなものはなかったと答えて、後部座席に乗車していた行員二人も車内を確認したが、当然それらしきものは見つからなかった。そうか、さっきの爆破予告はこの時のためのものだったのね。いきなり店長の家が爆破されたって言われても信じてもらえないけど、事前にそういう脅迫文が届いてたら信憑性が増すわね。その後、犯人は車の下にあるかもしれないと言って銀行員たちを車の外に出したんだ。この際に運転手は輸送車のエンジンは切ったが、キーは差したまま車を降りてたみたいだな。それでそのキーには車のトランクやジュラルミンケースのキーも、一緒に束ねてつけてあったんだぜ。犯人の狙いはその鍵束だったのね。そう考えると運転手には何としてでも外に出ていてもらう必要があるわ。全員を車外に出した犯人は、車の前方へ回って、ボンネットを開けるとエンジン周りを点検し、その後現金輸送車の下回りを捜索し始めたんだ。ちなみにこの事件当日には脅迫文のせいもあってか、銀行側から不審物に注意するようにって通達されてたみたいなんだ。そういう通達があったからこそ、その場にいたみんなが騙されてたのね。そうして車の下に潜り込むようにしてた犯人は突然、あったぞ、ダイナマイトだ、爆発するぞ早く逃げろと叫び、4人の銀行員を車から退避させたんだ。この時車の下からは本当に煙が上がって炎まで吹き出してたんだ。爆弾があるかもって思ってたら信じちゃうわよね。でもそれを聞く感じだと、多分発煙筒とかよね。鋭いな霊夢。その通りだ。でも騙されてしまった銀行員たちは、爆発の危険から身を守ろうとして現金輸送車から、東へ100メートルほど遠ざかり、民家の物陰や垣根に身を伏せたんだ。後部座席にいた行員の一人は、後続車に爆発の危険を知らせようとして道路上に立ち塞がり、トラックを停車させたぜ。さらに陸上自衛隊車両を運転してた自衛官は、反対車線の車の下から煙と火が吹き出しているのを発見したことで、消火器を持って駆けつけようとしたんだ。現場は完全に犯人の思うがままに動かされてるわね。そんな中、犯人は現金輸送車の運転席に乗り込みエンジンを始動させると、自ら輸送車を運転して府中街道方面へ急発進させたぜ。その後現金輸送車は府中街道刑務所角交差点を赤信号無視で右折し、大型ダンプカーと衝突しそうになりながら西国分寺方面へ走り去ったんだ。この一連の流れを犯人は3分でやってのけたんだ。これを3分で、事前練習とかしてたのかもしれないけど、それにしたって結構な度胸と演技力がいるんじゃないのこれ。そんなたった3分間の出来事だったが、銀行員たちが金を盗まれたことに気がついたのは10分も経ってからだったんだ。輸送車を移動させたのも、爆発により被害を少しでも抑えようとしてるって認識してたみたいだな。完全にパニックになったのかしらね。でも盗まれたって分かったならすぐに通報しないと。もちろんすぐに銀行員たちは動いたぞ。現場のそばに立ってた府中刑務所の監視等刑務官に向かって大声で、車が盗まれた、通報してくれ、と頼んで、さらに現金盗難現場からほど近いガソリンスタンドに駆け込むと、電話を借りて銀行へことの顛末を報告したんだ。そうして報告を受けた銀行では支店長代理によって110番通報がされたぜ。少し気がつくのに遅れてしまったけど、気づいてからの対応は早かったのね。ああ。だが、最初は現金輸送車に対する検問を実施した。警察官が実際にいるのかどうかっていう問い合わせが通報の内容だったことで、初動対応に遅れが出てしまったんだ。しかし検問を実施した警察官は存在しないと確認した警視庁は、9時50分には伊豆小笠原諸島を除く東京都全域に緊急配備を敷いたぜ。ちょうどこの日は毎年恒例の歳末特別警戒の初日だったんだ。検問をしてるんならどこかで怪しい車両とか見つかりそうよね。残念ながらそうはいかなかったんだ。当初は自動車の乗り換えを想定してなくて、現金輸送車と同型車種の黒色の64年型日産セドリック1900カスタムを発見することに重点を置いてしまったんだ。その後自動車の乗り換えが発覚してから、都内の主要な道路で全車両に対する詳細な検問を実施したんだが、そのせいで激しい交通渋滞を招いてしまい、結果的に多くの車両を検問することはできなかったぜ。これは痛いミスね。乗り換えは絶対ありそうなことだし、それこそ私が犯人の立場でもすると思うわ。実際これが痛手だったんだと思う。警視庁は夕方までに検問を取りやめて、夜になってからも捜索は続けられたんだが、結局犯人と盗まれた現金は発見できなかったんだ。犯人はまんまと逃げを押せたわけね。でも確か白バイはその場に置いていったのよね。それならそこから証拠品とか見つかりそうだけど。もちろん遺留品は見つかってるぜ。しかも全部で124点もの数があるんだ。それだけあればどこかしらの犯人を特定できる何かが残ってそうね。当初は警察もそう考えてたと思う。
ただ犯人もそれを想定してたのか。遺留品のほとんどが大量生産品だったり盗難品だったりしたんだ。そのせいで販売ルートからの犯人の特定は困難になってしまったんだ。大量生産品って安く買えるから消費者としてはいいんだけど、こういうところで難点が出てしまうのね。ああ。まず事件発生現場からは犯人が残した白バイとハンチング棒が発見されてるぜ。このバイクが怪しいわよね。多分これって本物の白バイじゃないんでしょ？その通りだ。このバイクは1968年11月19日から20日の間に盗難されたものだってことが判明してて、本来は青色だったのを犯人が白く塗って偽装してたみたいだな。しかも1968年当時の警視庁で採用されてた白バイの車種はホンダ製で、犯人が使ってたヤマハ製の白バイは存在しなかったんだ。そしてより本物に見せるために、赤色灯に偽装されたストップライト、後方用スピーカーに偽装されたトランジスタメガホン、書類箱に偽装されたスイッチとクッキー缶、ホースバンド、ストップライト固定用のステンレス製タオル掛けなどが装着されてたぜ。こうして聞いてみるとかなり作り込んであるのね。しかも偽装に使われたものは、さっきも言った通り大量生産品や盗難品だったんだ。だからここから犯人を特定するのは難しいとされたんだ。バイクも盗難されたものだしかなり厳しそうよね。ただ、バイクがいつこういう改造をされたかは大体判明してるんだ。トランジスタメガホンは白ペンキで2度塗装されてたんだが、表層面の塗装が剥がれた部分に4ミリメートルほどの、紙片のようなものが数箇所付着してたんだよ。調べてみるとひし形状の模様や黒い点が見えてたんだ。何かしら、何かのチラシだったとか？それが何なのか調べるために警視庁科学検査所が鑑定した結果、新聞紙片だったんだよ。新聞の見出し部分を際立せるために使われる、地紋の模様の一部であると推測されたんだ。おお、じゃあその新聞の発売日からバイクの改造日が特定されたのね。あくまで大体の日付だがな。まず、紙は愛媛県伊予三島市の大王製紙の工場で作られたことが判明した。次に製造された紙が使われてた産経新聞が配達された地域は、東京都三多摩地区だということも判明したんだ。その新聞が東京都多摩地区で配布された数は 13,485部、販売所数は12箇所だと特定されたぜ。犯人の住んでた地域が特定できそうじゃない。それがダメだったんだ。配達地域の住民の転出入が激しかったことや、新聞を購読する家が頻繁に変わってたことから捜査は難航したんだよ。なんとか2年がかりで販売所を特定できたんだが、巡路長はすでに処分された後だったんだ。そっか。今まで買ってた人が購読をやめたり、逆に今まで買ってなかった人が買い始めたりもあるわよね。でも現場にはハンチング棒が落ちてたんでしょ？髪の毛とか汗とかが付着してれば DNA 鑑定できそうよ。残念ながらしょうもないミスで使えなくなってしまったんだ。この帽子は偽装白バイが事件現場まで引きずってきた。ボディカバーの中から発見されて、帽子に付着した汗を検出すれば、少なくとも実行犯の血液型を特定できたとされてたんだ。なんでそこに入ってたのかは謎だけど、重要そうな証拠じゃない？ところが遺留品の多さから楽観ムードだったのか、鑑定に出す前に軽自動車で交互に被ってたんだ。そのせいで鑑定不能になってしまったんだよ。ちょっとどういう神経してるの？なんで現場のものを勝手に触ってるのよ。それでこのハンチング棒は大阪市東成区の中央防止製だということが判明してて、どこの小売店で売られたのかもわかったんだが、誰に売られたのかまでは特定できなかったんだ。DNA 鑑定ができれば違ったかもしれないのに、警察の失態を擁護するわけじゃないが、ボディカバーの中から発見されたっていうのがどうも怪しく思うんだ。ここまで細かく偽装や演技をする犯人が、そんな露骨に怪しいものを残すか？もしかしたら捜査の撹乱を狙って犯人がわざと残した遺留品かもしれないってこと？あくまで可能性の問題だがな。いずれにしても鑑定に出す前に遺留品をあれこれ触るのはいただけないな。そうよね。そういえば発煙筒とかはどうだったの？これも横浜市保土ヶ谷区の日本カーリット保土ヶ谷工場製が製造した、ハイフレイヤー5っていう発煙筒だって判明してるぜ。ただ、ガソリンスタンド等を中心に4190本が販売されてたんだ。つまり大量生産品だな。この発煙筒には NHK の、電波科学昭和43年7月号の付録だったテレビ回路図が巻きつけてあったぜ。これも量産品だったのね。でもなんで回路図を巻きつけてたのかしら？後で詳しく話すんだが、実はこの回路図は脅迫文を作るために使われてるんだ。よくあるだろ？文字だけ切り貼りして文章にするやつ。なるほど、それに使ってたのね。だけどますます謎じゃない？発煙筒は現場に残ってたんだし、そこからバレるかもって思うとさっさと燃やすなりして捨てると思うんだけど。実はな、霊夢、発煙筒には銅線も巻きつけられてて、マグネットキャッチって呼ばれる建具部品を分解したものが引っ付けてあったんだ。
これはいわゆる磁石なんだが、鉄線と比較すると投磁率が悪かったせいで、磁力が十分に働かず発煙筒は道路上に落下して残されたんだ。この磁石も現場の大平製作所が製造してて、43,240個が流通してたぜ。犯人としては発煙筒ごと持っていきたかったのかしら。やっぱりこの発煙筒も証拠になりうるし。ただ、こうやって発煙筒がその場に残ってしまうのも想定はしてたんだと思うんだ。わざわざ回路図を巻いてたのも捜査を攪乱するためじゃないかとも言われてるからな。遺留品にも謎が多いわね。そういえば検問に現金輸送車が引っかからなかったみたいだし、犯人はどこかで乗り換えてるのよね。そこが次の現場かしら。ああ、東京都国分寺市西本町の国分寺史跡7棟跡近くの墓地入り口及び武蔵国分寺跡のくぬぎ林が第二現場とされてるな。現金輸送車はここに乗り捨てられてたんだ。ただ、現金輸送車の中には現金や現金を入れてた。ジュラルミンケースは残されてなかったぜ。犯人はジュラルミンケースごと持って逃げたのね。まあ3億円をわざわざそこで出す意味もないし当たり前かもだけど。この第二現場では事件当日の朝に濃紺のカローラが駐車してるのを、近隣の住人が目撃してるんだ。犯人は現金輸送車をここまで運転してきた後、現金の入ったジュラルミンケース3個を、あらかじめ用意してたカローラへ移し替えて逃走したと考えられてるぜ。このカローラが検問に引っかからなかったのが痛いわね。ジュラルミンケースを手持ちしてたら目立つから、犯人としては車を使いたかったんだろうし。ああ、多分どこかのタイミングでうまく検問を受けずに逃げたんだろうな。たらればだが、もっと早い段階で、乗り換えの可能性を視野に入れていれば変わったかもしれないな。犯人の手のひらの上で踊らされてる感じが腹立つわね。次に府中市境町、明星高校近くの空き地が第三現場と呼ばれてるな。犯行前に偽装白バイをカバーで覆って止めてるところを、近所の住人が目撃してるんだ。捜査本部によると犯人は銀行を出発した現金輸送車を、盗難車である緑色のカローラで追跡し、輸送ルートを確かめてから第三現場で、最初のカローラを乗り捨てたと推測されてるぜ。この現場からは緑色のカローラとレインコートが発見されてるぞ。さすがに下見はしてたのね。まずレインコートだが、これは濃紺色のものでカエル脱ぎした状態で第三現場に残されてたんだ。事件翌日にすぐ公開されたんだが、一般からの情報提供はほとんどなかったんだよ。このレインコートは事件の10年前に製造されたもので、製造した会社は1958年時点ですでに倒産してたんだ。それだと販売ルートの特定はさすがに無理そうね。最初は重要な遺留品じゃないって思われてたみたいなんだが、3年後に実は重要な遺留品だったことが判明したんだ。袖裏にアイロンをかけた跡があって、内襟にクリーニングのタグの跡を示す白い糸がついてたんだよ。どこかでレインコートをクリーニングしたっていう証拠が残ってたのね。でも3年も経った後だともう追跡調査は無理そうね。ああ、残念ながらこの遺留品は無駄になってしまった。そしてもう一つの遺留品であるカローラなんだが、11月30日から12月1日の間に盗難されたものだと判明してるぜ。発見時、このカローラはハンドアでワイパーは動いたまま、窓は開けっぱなしの状態だったんだ。捜査本部の推測によると、カローラの乗り捨てられた状態と偽装白バイの後部に、シートカバーを引っ掛けたまま走行してたことから、犯人には犯行を遂行するのに時間的余裕は、全くなかったんじゃないかってされてるな。下見したらすぐに実行って感じだったものね。カバーを引きずってたのも意図的じゃなくて偶然だったのかも。気づいた時にはもう直してる時間もなかったのかもしれないわね。その可能性があるな。次に最後の現場だが、東京都小金井市本町の団地敷地内の駐車場が第4現場と呼ばれてるんだ。第2現場で犯人が現金輸送車から乗り換えた。2番目のカローラが乗り捨てられてたのがここだぜ。事件発生から4ヶ月後の4月9日に発見されたんだが、乗り捨てられたカローラの車内に現金を抜き取った後の、空のジュラルミンケースが3個残されてた。一旦ここまで運んできてから中身を別の何かに移し替えたのね。それがそうとも言い切れないんだ。この2番目のカローラがどういうルートで移動してたかが分かってないから、また別のどこかに止めてそこで現金を移した可能性も捨てきれないぜ。そっか。団地みたいな人目の多い場所でやるのはちょっとリスキーよね。ただ、捜査によるとこの団地の駐車場からは、犯人が盗んだものと思われる盗難車両が他にも見つかってるんだ。他にも盗んでたの？プリンススカイライン 2000GT 日産ブルーバード、プリンススカイライン1500の3台だな。どの車も盗まれたシートカバーで覆われてたせいで発覚を免れてたんだ。1971年に工学者の糠田巌さんが警察の依頼で遺留品の鑑定を行ったんだが、2台のシートカバーの紐の結び方を比較した結果、それぞれの結び方が異なることから、ブルーバードを盗んだのも3億円事件の犯人だとすれば、
3億円事件の犯人は複数犯であると結論付けてるぜ。それは私も少し考えたわ。一人でやるにはあまりにも手が込みすぎてるもの。どこかで少しでもミスをすれば破綻するような一発勝負の計画だし、複数犯っていうのは十分あり得るわね。他にも1968年11月9日に盗まれた、ホンダドリームっていうオートバイも発見されてるんだ。1968年当時、ホンダドリームは警察の白バイとして採用されてた車種だから、犯人はもともとこの盗難したオートバイを、偽装白バイに改造しようとしてたんじゃないかって推察されてるぜ。それならなんでこのバイクを使わなかったのかしら？実はオートバイの持ち主によると、この車体は減速時にノッキングを起こしやすい不具合があったらしいんだ。だから犯人は盗難後に試運転を行ったものの、エンジン系の不調に気づいたから別のバイクを入手して、偽装白バイに改造したんだとされてる。その証拠にこのバイクの盗難後の走行距離は 60km と短かったんだ。犯人にとって予想外の事態が起きたのね。でも結局偽装には成功してるし、やっぱりそれだけそっくりに見えるようにしてたのかしらね。他にもプリンススカイライン 2000GT の車内に競馬専門誌2部とスポーツ誌1部、府中の東京競馬場近くの喫茶店のマッチ、平和島協定のチラシが残されてたり、プリンススカイライン1500の車内から、女性もののイヤリングが発見されたりしてるんだ。どれも本来の車の持ち主には身に覚えのない品らしい。ということは犯人はギャンブルをやる傾向のある人間で、少なくともその車に女性を乗せたことがあるってことになるわね。それか複数犯の説で考えると犯人グループの中に、ギャンブル愛好家や女性メンバーがいたってことになるな。とはいえ犯人特定の証拠にはならなかったが。そういえばジュラルミンケースは？あれに指紋とかはなかったのかしら。残念ながらそういうのはなかったな。ただ、一つのケース内部に土が 1.5g 付着してたんだ。警視庁科学検査所の鑑定によると犯行現場から、4km 離れた国分寺市恋学母の雑木林の土壌に酷似してるらしい。さらに農林省林業試験場の鑑定だと第二現場の土壌に近似してるっていう結果が出たんだ。このことから捜査本部は、恋学母付近に犯人のアジトがあるとみて捜査したんだが、アジトも犯人検挙につながる情報も得ることはできなかったぜ。でも、少なくとも犯人がそこでジュラルミンケースを開けた可能性は高いわよね。じゃないと内側に土がついたりしないでしょうし。それはそうなんだが、いずれにせよ証拠にはなってないからな。この時点でかなりの遺留品が出てるけど、未だに犯人の像が見えてこないわね。ああ。ただ最初の脅迫文を出した人間の血液型はわかってるんだ。この脅迫文を作るために犯人は近代映画と電波科学っていう、雑誌の文字を切り貼りしてたんだが、切手を貼るときに唾をつけて貼ってるんだ。この唾から血液型が B 型だってことが判明してるぜ。おお、一歩前進ね。でも B 型の人間なんて大量にいるでしょうし、他に決定的な何かがないと特定は難しそうね。これだけ大量の遺留品を残して捕まってない犯人だが、一応疑惑がかけられてる人間は複数いるんだ。あら、誰なの？この時点で結構話が長くなってるから一番主流のやつを挙げるが、事件当時、立川市内で車両窃盗を繰り返してた。非行少年たちによって結成されてた立川グループのリーダー格の S だ。車両の窃盗か。確かに今回の事件の犯人も相当手慣れてるし、あり得るわね。理由として挙げられてるのは車の三角窓を割り、ドアの鍵を開けてエンジンとスターターを直結するという車の窃盗手口。地元出身で土地勘がある人物。車やバイクの運転技術が巧み。1968年3月に立川市のスーパーで、発煙筒をダイナマイトに見せかけた強盗事件を起こした仲間と親しい。父親は白バイ隊員で、白バイに関する知識が豊富。親族以外のアリバイが不明確。事件前に東芝や日立製作所の現金輸送車を襲う話をしてた。こんな感じだな。これもう確定じゃないかしら？ただ S じゃないとする反証もあるんだ。まず S の自宅に家宅捜索が行われたんだが、入手したはずの現金が一切見つかってないんだよ。次に事件前日の夜、新宿で飲酒してたとされてて、単独犯の場合は複数の車両を使った犯行を、朝にできるとは考えにくいとされてる。しかも血液型は A 型だから、脅迫状の切手の B 型とは違うし、脅迫状の手書き部分の筆跡と一致しなかったんだ。でも現金は隠そうと思えばどこにでも隠せるわよね。一日、それこそ数時間もあれば A 以外の場所に隠せるわ。それに飛行を常習的にやってたグループなんだったら、それこそ複数犯だったって考えてもいいじゃない。それなら血液型や筆跡はいくらでも偽装できるわ。まあ、複数犯ならそれも可能だな。そういえば銀行員たちは犯人の顔を見てるんじゃないの？実はそこも問題だったんだ。
当初銀行員たちは犯人の顔が第一容疑者になってた S によく似てるって話してたんだ。それを聞いた警察は S そっくりの人物の、モンタージュ写真を勝手に作ってしまったんだ。本来は顔のパーツを部分的に繋げて作られるんだが、さもその写真が犯人の顔であるかのように広めてしまったんだよ。なるほど。実際は違う犯人だったかもしれないのにそういうことをすると、普通の人はそれが犯人の顔だって思っちゃうわよね。しかも事件から3日後の12月13日に行われた聴取では、銀行員たちの証言が変わってたんだ。本当は事件時のパニックで詳細な顔を覚えてなかったり、そもそもそのうちの一人は顔が見えてなかったんだ。じゃあなんでそんな嘘の証言しちゃったのよ。考えてもみろよ。キーを差し込んだまま逃げた。通報が遅れたっていうミスを犯した責任感に加えて、犯人の顔も覚えていないってなったら精神的にも来るだろ。つまり重圧から証言に大きなバイアスがかかっていた可能性が挙げられてるんだ。知らないなら正直に知らないって言わないと無駄足じゃないのよ。どうやら最初は4人同室で取り調べを受けたみたいだから、お互いの意見に流されやすい環境ができてたのも良くなかったみたいだな。ということは、今回はモンタージュ写真は信用できないわけね。でもさっきの根拠から考えるに S が一番怪しいと思うのよね。そもそも普段から悪いことしてるわけだし、別件で捕まえて洗えば何かわかりそうだけど。それがな霊夢、残念なことに S は事件から5日後に亡くなってるんだ。事故とかかしら。いや、1968年12月15日に、父親が購入していた、青酸カリで服毒自殺をしてるんだ。ただ、周りの人間は S は自殺するような人間ではないと口を揃えてるし、青酸カリが包まれた新聞紙からは父親の指紋しか検出されてないんだよ。あれ、ちょっと待ってよ。それって本当に自殺なの？だってもし自殺なら新聞紙に指紋が残ってるはずよね。自殺するためにわざわざ手袋とかして指紋を隠すとは思えないんだけど。今から私が言うことは少し失礼かもしれないが、なんとなく S の父親がおかしい気がするよな。もしかしたら S は自殺したんじゃなくて、自殺っていう形で処分されたんじゃないのか？父親は警察だったわよね。自分の息子がそういう犯罪をしてしまったから、自殺っていう形でけじめをつけさせようとしたとか、その可能性もゼロとは言い切れないな。でも、こういう考えはどうだ？父親が実は主犯格で、息子に現金を盗ませた後、容疑がかかったところで、自殺に見せかけて処分する。そうすれば秘密を知ってるのは自分だけになるよな。いや、ちょっと待ってよ。でも団地で見つかった盗難車からはいろんな遺留品が見つかってるわよ。もし S や父親にそういう趣味とかがあるなら、それも捜査線上に浮かんでくるはずじゃない。霊夢よ、相手はとにかく用意周到に準備してたやつだぞ。当然自分に容疑が向けられた時用の対策も練ってるはずだろ。わざと現場に自分とは無関係の遺留品を置いとけば、あとは勝手に警察が勘違いして捜査を進めてくれるよな。だとしてもリスキーすぎる気がするのよね。確かに S の父親が何か怪しいのは確かなんだけども。まあ少しひどいことを言ったかもしれんが、実は事件の前後で盗難されたバイクや自動車、さらには現金輸送車の目撃情報があるんだ。それを事実だとするなら、実行犯は若年の男で間違いないと思うぜ。一応その S 以外にも容疑がかかってる人はいたのよね。そう考えると、結局誰が犯人なのか全然わからなくなってくるわ。八つ目、世田谷一家殺害事件。まずは事件の概要からだが、2000年12月30日の深夜に、東京都世田谷区上祖師ヶ谷で一家4人が殺害されたというものなんだ。全員殺されてしまったのね。深夜の犯行だったみたいだし、就寝時を狙われたのかもしれないわね。ああ、現場からは父親のトレーナーや現金20万円がなくなってたみたいだから、物取り目的なのもあったんだと思う。盗みに入ったところを見つかってしまったから殺しちゃったのかしらね。その可能性があるな。私が言えるのは、この犯人は少なくとも殺しはそれまで経験がなかったんじゃないかってことだ。どういうこと？例えばだが、霊夢がもし殺人を犯してしまったとして、その場合はどうする？考えたくもないけど、まあ普通は逃げるわよね。現場の証拠隠滅もしておきたいけど、その間に誰かにバレるかもしれないし。普通はそうだよな。でもなぜかこの犯人は、現場に長時間居座っていた可能性が高いんだよ。証拠が残ってないかどうか気になったのかしら？いや、それは考えられないな。現場からは犯人の特定につながるような遺留品が大量に見つかってるし、何より状況から見るに明らかに証拠を隠そうとしてる動きじゃなかったんだ。犯人は何をしてたの？まず犯人が殺人を終えるまでの行動を追ってみるが、最初に犯人は被害者宅の裏手にある公園のフェンスをよじ登り、2階浴室の窓から侵入したとされてるんだ。
ということはその浴室の窓は開いてたのね。ああ、網戸が外れて落ちていたことから、少なくとも網戸は犯人が無理やり取り除いた可能性が高い。確かに2階だとセキュリティを怠ってしまうのもわからなくはないわね。ただ、これはあくまで一説なんだ。フェンス付近の木の枝が折れてたりと不審な点はあるんだが、侵入したと見られる窓などから犯人が身につけていたであろう。服の繊維とかが発見されてないんだよ。あれ？それじゃあ別の場所から入ったのかしら？玄関から普通に入ったっていう説もあるんだが、ドアノブからは指紋が出てないみたいなんだ。それは手袋をしてたとかじゃない？それはないな。現場からは犯人の手袋が発見されてるんだが、使用された形跡がないんだよ。今の時代、手袋痕も普通にわかるからな。そうなると侵入経路の時点でおかしいわね。まあこれ以上続けても答えは出ないから次に行くぞ。被害者宅に侵入した犯人はまず2階の子供部屋で寝ている長男を窒息させて殺害。次に異変に気がついて2階に上がってきた父親を事前に用意していた柳葉包丁で殺害。その後、被害者宅にあった文化包丁を使って、3階の屋根裏部屋で寝ていた母親と長女を殺害したようだ。途中でわざわざ被害者宅にあった包丁を持ち出してるのが気になるわね。それについてなんだが、どうやら父親を殺害した際に、柳葉包丁の刃が少し欠けたみたいなんだ。多分相当強く刺したりしたんだろうな。そう聞くと結構強い殺意を持ってたみたいに思えるわね。ああ、父親は足や尻を複数回切られてたみたいだからな。そう聞くと父親に対する恨みが強かったみたいに感じるわね。長男には刃物を使わなかったみたいだし、霊夢の言う通り、なぜか長男だけ殺され方が違うんだよ。母親と長女は柳葉包丁で切られた後に文化包丁で刺されたんだが、この二人は父親とは違って首から上を執拗に狙われてたらしいんだ。それを聞くと、父親は逃げたりしないようにするために足を中心に切りつけて、母親と長女は確実に殺害するために首から上を狙ったって感じがするわね。そうなんだよ。だから犯人にとって何らかの区別があったんじゃないかって言われてるんだ。怨恨の可能性が強いけど、動機までは見えてこないわね。こうして一家を殺害した犯人なんだが、普通なら霊夢が言ってたように、すぐに逃げるなり証拠隠滅を図るなりするはずなんだ。さっき犯人が現場に長時間居座ってたって話してたわね。一体何をしてたの？まず犯人は事件の最中に右手に怪我を負ったみたいなんだが、治療のために被害者宅にあった救急箱を開けた痕跡があったんだ。犯人の指紋が付着した絆創膏や血痕が付着したタオルなどが、2階の台所で発見されてるぜ。どれだけの傷を負ったのかはわからないけど、そんな悠長なことをしてる暇なんてあるのかしら？多分だが、結構深い怪我を負ってたんじゃないかと思う。絆創膏の1枚は傷口に当てた後で剥がして、今にあったノートの裏に貼り付けてたみたいだからな。しかも生理用品で止血を試みようとした形跡も発見されてる。血を止めようとかなり必死な様子が伺えるわね。抵抗された時に自分を刃物で切っちゃったのかしら。これだけならまだとっさに焦ったってことで理解できるんだが、なんと犯人はその後に被害者宅の冷蔵庫からペットボトルのお茶やメロン、アイスクリーム4個を取り出して食べてたみたいなんだよ。飲食までしてたの？かなり神経が図太い感じがするわね。台所からは犯人の唾液が付着したコップが見つかってるし、物色中にガムを噛んでたこともわかってるらしい。まるで我が家のように行動してるわね。ああ、一応他にもアイスにかじりつくようにして食べてたって情報もあるんだが、出どころがはっきりしないからここでは省略しておくぜ。でもここまでしたんだったらそろそろ逃げないとまずいんじゃないの？それがまだ続くんだ。犯人は被害者宅にある引き出しを片っ端から開けて、その中身の仕分けをしてたみたいなんだよ。仕分け？目的は不明なんだが、父親の仕事の書類などは浴槽に捨ててあって、2階の居間ではソファーにカード類、手帳や銀行の預金通帳、運転免許証など生年月日のわかる書類などが仕分けされてたんだ。それを聞くにお金目的みたいに見えるわね。現金20万円もなくなってたんでしょ？ああ、それだけでもおかしいんだが、なぜか浴槽に捨てられてた書類やチラシ類は、ハサミや手で切られた状態になってたそうだ。変なところで几帳面な感じがあるわね。適当にばらまいといても良さそうなのに。さらに犯人は被害者宅のトイレで大便をしてる上に、ソファーで仮眠まで取ってるんだぜ。それはかなりリスキーじゃない？それこそ証拠を残すことになるし。実際に大便から犯人が食べてたものもわかってるんだ。ただこれは被害者一家の夕食とは一致してないから、少なくともその家で食べたものではないことはわかってるぜ。今の時点でかなり好き勝手してるけど、そろそろ逃げるわよね。いやまだ続く。事件直前の30日22時20分から50分あたりにパソコンが起動してた痕跡があるんだ。これは時間帯から考えて父親が使ってたものだと考えられてる。まさか事件後にも起動してたの？
ああ、少なくとも2回は起動した痕跡が残されてる。ただ、マウスが落ちた衝撃でパソコンが起動する可能性があることや、2回目の起動時には父親が経営してた会社のホームページしか開いた形跡がないことから、犯人は1回しかパソコンを使ってないってことになってるな。なるほどね。でも犯人がパソコンを使ってたのは確かなのよね。わざわざどんなサイトを見てたの？さっきも出てた被害者の会社ホームページや大学の研究室のサイト、科学技術庁、今でいう文部科学省とかのページにアクセスしてたみたいだな。なんだか専門的な感じがするサイトばかりね。ただ、劇団四季のチケットを購入しようとしてた形跡も確認されてるんだ。どうやら劇団四季のサイトがお気に入り登録されたみたいだから、もしかすると犯人は死亡時刻の偽装をしようとしてたのかもしれないな。いまいち犯人の人物像が見えてこないわね。ずぶといかと思えば、わざわざ不要だと思った紙を切ってたり、証拠を残す割には偽装をしようとしてたり、あくまで偽装云々は私の憶測だけどな。ただそれ以降はさすがに犯人もまずいと思ったのか逃走してて、電話が繋がらないことを不審に思った母親の実母が現場を訪れて、翌日の午前10時40分過ぎに事件が発覚してるぜ。これだけ居座ってたなら証拠もたくさんありそうだけど、捕まってないのよね。正直霊夢が言うようにこれだけでも十分な証拠になりうるんだが、他にもまだ証拠はあったんだ。さっき話に出てた手袋とか？ああ、犯人は現場に複数の遺留品を残していってるんだ。返り血の付着した L サイズのトレーナー、犯人に付着していたと思われる蛍光剤、ジャンパー、ポケットの中からは姫桜またはケヤキの花粉、ケヤキと柳の枯葉、飼育用の飼料を食べていたと見られるスズメより小さい鳥の糞、英国ブランドのスニーカー、クラッシャーハットと呼ばれる帽子、マフラー、黒い防寒手袋、柳葉包丁、黒いハンカチ2枚、香水の匂い、ヒップバッグ、バッグの中の砂などが主な遺留品とされてるぜ。かなりの量のものを現場に残していってるのね。これだけあれば何かわかりそうなものなんだけど。ああ、しかもバッグの中に入っていた髪の毛と現場に落ちてた髪の毛の DNA が一致してるし、多分普通なら簡単に犯人が特定できたんだと思う。なんでここまで特定が進んでないのかしら？特定ができてない理由はいろいろあると思うんだが、まず犯人の指紋情報が警察内のデータベースに存在してないってことが挙げられるな。警察の記録に残ってないってことは、初犯の可能性が高いのね。少なくとも逮捕されたりって経験はないってことになるな。しかも DNA 型も特殊なものらしいんだ。特殊？特殊というと少し語弊があるかもしれないが、犯人の DNA には父系がアジア系民族、母系には欧州系地中海民族が含まれるみたいなんだ。一部の専門家によると日本人には少ない方らしい。ということは外国人って可能性があるの？あくまで日本人には少ない方ってだけだから、必ずしもそうとは言えないがな。とはいえ重要な証拠ではあるから、日本人という可能性も視野に入れつつ、国際刑事警察機構を通じて、日本国外の捜査機関にも捜査協力を求めてるみたいだな。指紋がデータベースに残ってない上に DNA でも特定困難ってなると、あとは目撃情報とかくらいしかないけど、そのあたりはどうなの？実はそこが結構多いんだ。事件の3日前に不審な男が被害者宅の様子を伺ってたり、事件当日の昼過ぎに被害者が見慣れない男と言い争ってる姿が目撃されてたり、他にも事件当日の前後で複数の不審人物の目撃証言が出てるんだ。じゃあそこを洗っていけばいいんじゃないの？そこが難しいところなんだ。目撃証言に出てくる男は年齢にばらつきがあったり、現場の毛髪とは違う髪色だったりしてるんだ。特に事件発生時は深夜だから怪しい人間が多い時間帯だ。証言が多すぎて特定ができていないんだ。でも確か犯人は右手を怪我してるはずよね。手袋もヒップバッグも現場に残してるし、素手で逃走した可能性があるわ。いいところに目をつけたな。実は事件発生後に右手に傷を負った男の目撃証言があるんだ。事件が発覚した31日に、浅草駅発東武日光駅17時26分着の、快速電車に乗っていた30歳ぐらいの男が駅の事務室で治療を受けてるんだ。この男の右手の傷はかなり深く、骨が見えるレベルだったらしい。かなりの重傷ね。被害者と揉み合いになった時にざっくり傷が入ったのかもしれないわね。ああ、骨が見えるレベルの傷なんて滅多に負うものじゃない。しかもさっきまで電車に乗ってた乗客だぞ。電車の中でそんな傷を負うなんて考えられないだろ。じゃあその男が犯人の可能性が高いじゃない。調べられたら一発じゃないの？それが、警察は当初この駅の男は無関係の事件と考えてたみたいなんだ。もしかしたらその時にはまだ犯人が右手に怪我を負ったって証拠が、見つかってなかったのかもな。調査はされなかったの？
それはしたんだが、捜査員が栃木県日光市に派遣されたのは事件から、かなり経過した2001年10月に入ってからだったんだ。結局有力な情報は得られてないぜ。その男が怪しいと思うんだけどね。とはいえ、犯人のおおよその年齢や背丈などはわかってる。血液型は A 型で血液反応から薬物の経験はなくタバコを吸わない。右利きで身長170センチ前後の可能性がある。ヒップバッグの発売期間や長期間使用されていたと思われる痕跡。バッグの中から発見された蛍光剤が学生時代に使用されていた蛍光ペンからのもの。そしてマフラーのサイズなどから、事件当時15歳から20代の細身の男性だとされてるぜ。該当する人間はたくさんいそうだけど、これだけだと難しそうね。ああ。でも最初の方に言ったと思うんだが、犯人は殺しの経験は今回が初めてだと思うんだ。どうして？まず犯人は被害者に複数回傷を負わせてるわけだが、その中には死後に作られたものもあるんだ。ええ、だから怨恨の可能性があるかもって思ってるんだけど、その考えも合ってると思う。実際そういう事件は多いしな。ただ昔読んだある本によると、初めて殺人をする人間は、ちゃんと殺せたか不安で遺体を必要以上に傷つけることがあるみたいなんだ。だから初めて殺人を犯した可能性があるのね。ああ、ただ霊夢の言う通り怨恨の説も強い。被害者が誰かと言い争ってたって証言や遺体の顔が隠されてたりといった点でな。顔が隠されてたの？そうなんだ。知人の犯行の場合、被害者の顔を隠すようにしてることが多いみたいなんだ。今回のケースだと全員の顔に服や布団がかけられてたらしい。それならますます知人説が強くなってきたわね。被害者の経営してる会社のホームページを見てたみたいだし、そこの関係なんじゃないかしら？その可能性は高いな。被害者は公文塾を経営してたんだが、盗まれた20万円もその授業料だったみたいだし、しかも銀行通帳や貴金属類を持ち出してないことから、授業料関連で何かトラブルを抱えてたのかもしれない。授業料だけ取られてるっていうのは確かに妙ね。塾に通ってたこの関係者とかかしら？もちろん犯人が仕掛けたブラフの可能性もある。通帳は使えば記録が残るし、貴金属類も売れば店の記録に残ってしまうからな。授業料だけを奪えば、関係者っぽく見せられるだろ？そこまで言い出すともうわからないわね。実際この事件は謎が多い。図太いくせに几帳面で、なぜか現場に大量の遺留品を残してたりする。よほどの自信があるのか、それとも精神面に何か問題を抱えてる人間なのか、まるで人間性が見えてこないぜ。不審人物の目撃証言も多いし、何を追っていけばたどり着けるのかもわからないわね。9つ目、名古屋アベック事件。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてだった。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたんだ。その二人はカップルだったの？ああ、事件名のアベックっていうのはカップルのことだ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどな。このカップルは、男性の方が19歳の理容師で、女性の方が20歳の理容師見習いだったんだ。同じ仕事をしてる人たちなのね。この二人は、女性の父親が普段使ってる車で来てたんだが、そこに荷台に分乗してきた男女6人の犯人グループが強盗目的で現れた。そんなに人数がいたの？この犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたんだ。事件当日も名古屋市港区の金城埠頭付近で2台の車を襲って、計8万6千円余りを強奪したぜ。それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けた。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるわね。一方、女性も車外へと引きずり出されて同様に暴行を受けた。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたんだ。ただの強盗目的にしては妙じゃない？金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないわ。犯人が考えることなんてわからないが、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい、被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したんだ。計画性があるのかないのかわからないわね。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合ったらしい。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたらしいが、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうだ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんでしょうね。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて一群長久手町の大塚公園墓地へと向かった。
この時二人は、逃がしてやる、と言って、二人を連れ出したんだ。まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないわよね。墓地へと到着すると男性だけ車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で、ビニールロープを首に巻きつけて、左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したんだ。この時、犯人グループは男性にわざと、苦しいか、と聞き、20分もかけて締めたんだ。初めての殺人にしては妙に手慣れてるし、悪質だわ。まあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたよな。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発した。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したが、男性同様に口を封じられてしまった。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて遺棄するつもりなのね。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、再度にわたって女性を強姦した。その後、三重県阿山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘った。名古屋じゃなくて三重の方まで行って遺棄しようとしたのね。その間、犯人グループの女から、最後に何かしてほしいことはないか?と問いかけられた女性は、彼が殺されたの分かってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めて、と答えたそうだ。その要望は通ったの?ああ。男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうだ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられた。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして、地面に腰を下ろしたらしい。殺害方法は何だったの?男性と同じビニールロープを使ったものだった。犯人グループはその手法を、綱引き、と称し、30分以上もかけて女性を絞殺した。そうして殺害された二人は、抱き合うような形で穴の中に埋められ遺棄された。あまりにも残虐だわ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないの?確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただ、どうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって、犯人グループは27日に逮捕されたんだ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたみたいだし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないわね。こうして逮捕された犯人グループだったが、彼らが行った犯行はあまりにも残虐非道であり、社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになった。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるけど、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいわね。これによって報道された彼らの氏名は、小島茂雄、徳丸信久、高志健一、近藤博之、雄三寺理恵、筒井義恵。彼らのうち一人は20歳を迎えてたが、他のメンバーは全員未成年だったぜ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうけど、ここまで残虐なものはなかったでしょうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかったでしょうね。ああ、彼らの犯行の残虐さから、実名報道されて当たり前だ、とする人もいれば、それに反対する人もいた。これに関してはここの意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくぜ。まあ、残虐じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなっちゃうしね。それとこの事件は、漫画作品である、善悪のクズ、や、闇金牛島くん、の元になったとも言われてるんだ。それだけでなく、山田孝之主演の映画、凶悪、も、この事件をモデルにして作られたそうだ。犯人直撃、1988名古屋アベック殺人、少年少女たちのそれから、っていう本も出版されてるぜ。漫画は私も聞いたことがあるわ。この事件が関わってるとは思わなかったけど。ここからは犯人グループに下された判決について話していこう。まず第一審で主犯格の小島に死刑、準主犯格の徳丸に無期懲役、高志に懲役17年、近藤に懲役13年、雄三寺と筒井に、懲役5から10年の不定期刑の有罪判決が下されたんだ。未成年で死刑っていうのはかなり珍しいわね。それだけこの事件は悪質で残虐非道であり、少年の域を超えてたということかもしれないぜ。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし、絶対大丈夫だって、と語ってたそうだからな。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日控訴を行ったんだ。他のメンバーはただの懲役刑だけど、その二人は死刑と無期懲役だものね。どうやったって刑務所からは出られないし、擁護はできないけど控訴する心理はわかるわ。これによって控訴審が開かれることになったんだが、この時に安田義弘氏が弁護人として小島の弁護についたんだ。その安田さんは何者なの?安田義弘氏は、死刑廃止主義者として有名な弁護士で、
それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なんだ。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた凄腕だぜ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったの？ああ。安田義弘氏の弁護によって、少年法が裁判で持ち出され、これによって小島は死刑宣告を免れることになったんだ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどな。安田さんは弁護士だから、それが仕事なんでしょうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんともモヤモヤする形になってしまったわね。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくぜ。まず主犯格の小島と準主犯格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいる。徳丸は不明だが、小島は被害者遺族に、謝罪と反省の手紙を作業賞与金を添えて、定期的に送ってるそうだ。それは、反省してると考えていいのかしら？形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないぜ。ただ真面目にしてるということもあってか、模範囚になってるそうだ。しかもこれは結構珍しいんだが、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいだ。確かに珍しいかもしれないわね。お父さんからすれば、息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし。無期懲役になった二人以外のメンバーはもう刑期を終えて出所してるんだが、そのうちの一人である高志は、出所後すぐに消息不明になってるんだ。どうしてそうなったのかしら。彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだが、高志はそれを払いたくなかったんだろう。実際高志は、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだからな。反省なんてしてないって感じね。高志だけでなく、近藤の方も同じように、遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうだ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで住所を隠したまま、結婚までして、普通に生活してるみたいだぜ。でも当時、彼らは未成年だったのよね。一人だけ20歳の犯人もいたけど、彼らの家族から支払われたりはなかったの？それが高志と近藤の両親は、二人の後半にも、一切顔を出さなかったらしいんだ。単に絶縁をしたのか、それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから、無関係を決め込んだのか、その理由はわからないけどな。まあ事件を起こした本人ではないから、そこは何とも言えないわね。そういえば他の二人はどうなったの？雄三寺と筒井もまた消息不明になっている。一応その後の消息らしき情報はあったんだが、情報源が不明だから今回は触れないでおくぜ。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点だ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、主犯格の小島だけってことになる。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても、何も変わらなかったわけね。ただ、昔放送されてた、暴露ナイト、っていう番組で、ジャーナリストの中尾浩二氏が犯人の一人に取材してるんだ。この人物は名前を伏せられてたんだが、性別は男とだけ明かされてた。一人は行方が分かってたのかしら？そこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか？更生したのか？と聞かれても、覚えてないんです、という回答が返ってきたらしいんだ。ここに来て、まだしらばっくれてるのかしら？実際のところどうなのかは不明なんだが、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである、血の酩酊が原因かもしれないらしい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうと、リミッターが外れて興奮に酔い、さらなる興奮を求めて、連続殺人などを行ってしまう現象なんだそうだ。つまりその犯人は、犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってこと？もちろん適当にしらばっくれてるのかもしれないが、そういった現象はあるみたいだから、可能性としてはあり得ると思うぜ。形はどうあれ、とことん他人事なのが嫌な感じだわ。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくぜ。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうだ。小島と文通をしてたお父さんよね。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったのね。次に被害者女性の家族だが、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしい。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうだ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだものね。しかも殺害された二人は、互いの両親公認の中で、将来は二人で店を持とう、と誓い合ってたみたいだからな。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしい。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるわ。お互いの家族のことも知ってたんだもの。
事件に関する内容は以上だが、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うぜ。かなり凄惨な事件があったわけだけど、どうなったの？大高緑地公園自体は今でも残ってるんだが、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたんだ。人が増えたのはいいことかもしれないわね。さすがに人がたくさんいる場所では、堂々と犯罪はできないでしょうし。ああ。ただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいな。事件そのものが忘れられそうになってるみたいだぜ。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるわよね。絶対に忘れちゃいけない事件だけどね。その通りだな。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられた、アベック注意、と書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうだ。せめてその看板が残ってるのが、救いかもしれないわね。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし。10個目、石田かな子さん失踪事件。まずは事件概要について説明するぜ。被害者は事件当時19歳の石田かな子さんだ。まだ未成年だったのね。2008年4月5日、東京都江戸川区に住んでいたかな子さんは、出会い系サイトで知り合った男に連れ回されて行方がわからなくなったんだぜ。どうして事件が発覚したの？男と会った翌日の4月6日に興奮した状態で、覚醒剤を打たれた。殺される。助けて、と叫んでいたそうだ。明らかに何らかの事件に巻き込まれてるわね。かな子さんは男と合流した後、家族や友人に対してお昼頃に電話をかけているんだ。電話の内容は？知らない男に連れ回された。二人組の男にホテルに連れ込まれそうになった。覚醒剤を打たれた。助けてといった内容だ。単独犯じゃなかったの？残念ながらそれは判明していないんだが、かな子さんは山梨県警にも110番通報をしている。電話は山梨県警通信指令室に繋がって、はぁ、はぁ、と息遣いだけが約20秒間続いて、電話は切れてしまった。そんな電話がかかってきたら、警察もただごとではないと思うんじゃない？不審に思った通信指令室は直後に折り返したぜ。そして約10分後にようやく繋がって、かな子さんは名前を告げたんだが、居場所を聞かれると、ワゴン車で連れてこられた。どこにいるかわからない、と話したそうだ。その後は？さらに約5分後に再びかな子さんから通報があったが、その時にはろれつが回らない様子だったぜ。覚醒剤を打たれた影響かしら。通信指令室では7日午前7時頃までに、数十回かな子さんの携帯に電話をかけ続けたんだ。だが、もう電話は繋がることはなかったぜ。充電が切れたのか犯人に携帯を奪われたのかわからないわね。詳しい状況がわからないまま音信不通になってしまったのね。警察が居場所を尋ねた際、かな子さんは、わからない、わからない、と、かなり取り乱していたようだ。連れ回された挙句、薬を打たれたらパニックになるのも無理ないわ。もしかして単独犯ではなかったのかしら？かな子さんの家族は電話を受けて、6日午後に警視庁小松川署に捜査を依頼をしたんだ。そして警視庁はかな子さんが事件に巻き込まれたとみて、すぐに捜査を開始するぜ。警察はかな子さんの特徴を頼りに捜索活動を行ったんだ。どんな特徴だったのかしら？かな子さんの身長は160センチメートルで普通体型だ。失踪当時の服装は青色フード付きの長袖フリースに、白色ミニスカートと茶色ブーツだったぜ。所持品は茶色のショルダーバッグと黄色いプーさんの手提げバッグだな。具体的な情報ではあるけど、それだけで発見につながる手がかりになるのかしら？霊夢が心配した通り、外見からの捜索は不発に終わったんだ。だが、かな子さんから断片的に聞き出した車のナンバーや通話履歴をもとに、容疑者を突き止めることができたぜ。警察は事件が発生してから5日後の4月11日午前10時50分頃に、青梅市今寺の公園に車を止めて車内で寝ていた容疑者の男を発見したぜ。名前は塩野直樹、事件当時26歳の無職の男だ。塩野はかな子さんを車中に監禁したのを認め、監禁容疑で逮捕されたんだぜ。逮捕に至るまではすでに5日が経過しているけど、肝心のかな子さんは車内にいたのかしら？いや、残念ながら車内にかな子さんの姿はなかったが、車内からは行方不明になっても責任は問いません。という誓約書を発見して、他にも尿の成分を検出、さらに車内のタオルから血液反応が出たぜ。誓約書？嫌な予感しかしないわ。出会い系で出会うとそんな危険な目に遭うのね。まあ出会い系の全てが危険ってわけじゃないけどな。かな子さんとその男はどういうやり取りの上で会うことになったのかしら？
ではその経緯と失踪当日の行動を説明するぜ。塩野はネットの掲示板に、一緒に冷たいのを決めない?と書き込んでいたんだ。冷たいの?食べ物のことかしら?冷たいのは覚醒剤の隠語なんだぜ。ということは、かなこさんは、冷たいのが覚醒剤だと知らずに会ってしまったのかしら?いや、関係者によると知識のある人なら、覚醒剤を指しているとすぐに理解できるそうだ。じゃあかなこさんはそれを承知の上で塩野の誘いに応じて会ったの?そう思われるぜ。ちなみにネットの掲示板には、S アイスなどの隠語が飛び交っていて、メールのやり取りで簡単に薬物の売買が成立するんだ。とある警察官は、薬物専用の掲示板は立ち上げては潰すを繰り返しており、摘発しきれない。と、その実情を語っているんだ。そんな状況を利用して、堂々とサイト内で薬物に関するやり取りをしていたのね。実は失踪後、行方不明のかなこさんを捜索すると、部屋から大麻が発見されたんだ。じゃあかなこさんは常習的に薬物を使用していたの?だからかなこさんは塩野の書き込みを完全に理解した上で誘いに乗ったんだろうな。かなこさんって結構派手なタイプだったの?それとも不良なのかしら?いや、同級生にはおとなしい人と思われていたようだ。人は見かけによらないのね。さらに判明した事実によると、かなこさんの両親も薄々気づいていたぜ。だが、娘が薬物を使用するのを止められなかったようだ。どう対処したらいいのかわからなかったのかしら?さらに近所の住民は、行方不明になる数日前に見かけたが、すごく痩せた感じがした、と語っているぜ。かなこさんと塩野が出会った当日はどんな感じだったの?二人が会ったのは4月5日午後23時頃、東京都江東区の JR 亀戸駅北口のパチンコ店前だったぜ。かなこさんは直前まで一緒にいた友人の女性に、池袋で男の人と会う、会うのは初めて、と告げていたぜ。亀戸駅じゃなくて池袋なの?最初の待ち合わせ場所は池袋だったぜ。だが、急遽かなこさんの自宅近くの亀戸駅に変更となったんだ。塩野の証言ではワゴン車に乗り込んだ二人は圏央道あきるのインターチェンジを下って、ガソリンスタンドやカレー屋などに立ち寄りながら、塩野の地元青梅市方向に向かったようだ。今のところ普通のデートって感じだわ。さらに眠たくなったら寝ようと数回休憩も取ったらしいな。確かに長距離の運転って一気に眠気が来るのよね。そして塩野は山梨県山梨市の山林まで車を走らせたぜ。随分遠くまで来たわね。なんでわざわざそんなところに行ったのかしら?静かな場所で覚醒剤を打つためだそうだ。塩野は何度もこの場所に来ていたんだぜ。そして塩野は山林に車を止めるとパンツに縫い付けたポケットから、小袋に分けた覚醒剤を取り出し、注射器の準備を始めたぜ。そんなところに覚醒剤を隠すなんて手慣れているわね。それほど警察を警戒していたのかしら?塩野は後に、かなこさんが覚醒剤を打つのが下手だったから打ってあげた、と話しているんだ。上手な人の方がおかしいわよ。そうだな。そしてかなこさんは覚醒剤を注射されると車から飛び出していったそうだ。どうして飛び出していったの?覚醒剤を打たれるのが初めてで、パニック状態に陥っていたと見られているぜ。塩野自身も覚醒剤の中毒症状で、供述が尻滅裂だから定かじゃないぜ。塩野は、かなこさんとは奥多摩方面にドライブに行った。峠で休憩していたらかなこが急に暴れて車外に出て行った。探したが見つからなかった。山梨県内の峠道で逃げ出したと証言しているんだ。怖いわね。塩野は覚醒剤の常習者だったの?青梅の直樹。と呼ばれているほど薬物界隈では有名な人物だぜ。かなこさんは車外に逃げた時に、家族や警察に助けを求める電話をかけたのかしら?でも、二人組の男にホテルに連れ込まれそうになったっていう証言と食い違っているわ。これについては塩野が事実を隠しているかもしれないな。覚醒剤を打たれた影響で幻覚を見ていた可能性も考えられるぜ。塩野の証言が本当なら、かなこさんは飛び出した後、山梨の山林で迷ってしまったことになるわね。さらに塩野は曖昧だが、自ら地図を書いて現場を指し示したぜ。そして警察は、塩野の証言をもとに現場周辺の大掛かりな捜索を始めたんだ。何か手がかりは発見されたの ?14 日になって塩野の証言した場所から、かなこさんのものが発見されたぜ。ブーツとショルダーバッグ、手提げバッグだ。バッグの中身は無事だったが、携帯電話だけが見つからなかったぜ。警視庁は翌2009年にもかなこさんのバッグなどが、見つかった場所に近い甲州市塩山上萩原の峠近くの山林内などを捜索したが、結局携帯電話は発見できなかったぜ。塩野がどこかへ捨てたか、かなこさんが持っている可能性があるわね。実はそれ以外にも不可解なことがあるんだ。かなこさんのブーツの靴底には、
山を歩けば必ず付着する泥がついていなかったんだ。泥をつけずに山を歩くなんて不可能だわ。塩野が所持品だけ山林に捨て、かなこさんは別の場所に隠したのかしら？霊夢の言う通りブーツを脱いで山を歩けば足に負担がかかるぜ。かなこさんの所持品と一緒に山に捨てたと考えるのが無難だろうな。ところが塩野はかなこさんの行方に関して、一貫して知らないと供述しているんだ。でも車内にあったタオルからは血液反応があったのよね。その血液は誰のものだったの？発見されたタオルに付着した血液はかなこさんのものと確定しているぜ。どうしてタオルに血液が付着していたのかしら？何度も覚醒剤を打とうとして注射器を刺し、血が出たところを拭き取った時のもののようだ。なるほどね。車内から他に何か見つかっていないの？車は塩野の父親名義なんだが、塩野は普段から車内で生活していて、ゴミが散乱していたぜ。そして見つかった誓約書は一枚ではなかったぜ。複数の女性が書いた誓約書と、その女性たち名義のクレジットカードも発見されたんだ。誓約書の内容も怖いし、複数人のクレジットカードが見つかるなんておかしいわ。誓約書の内容からして行方不明になるのが前提のように思えるわね。被害に遭った女性はかなこさんだけじゃないんじゃない？塩野は以前から出会い系サイトで覚醒剤を餌に女性たちを誘い出していたぜ。そして実際に覚醒剤を打ち、現金を巻き上げていたんだ。誓約書まで書かせていることから、塩野が一人で行っていたとは考えにくいんだ。塩野の背後には、巨大な組織が関与しているのかしら？それならかなこさんの証言は厳格じゃないかもしれないわね。二人組の男にホテルに連れ込まれそうになったって話もそうだわ。真相は明らかになっていないぜ。かなこさんが薬物で錯乱していた可能性も捨てきれないからな。塩野が仲間内では下っ端だったことから、誓約書は塩野が思いついたものではなく、塩野より上の立場の人間が考えたのではないかとの見方もあるようだ。仲間内では下の立場だったの？塩野はどんな生活を送っていたのかしら？塩野は非行少年だったぜ。小学6年生になると、青梅市内の自宅アパートの通路でタバコを吹かしていたぜ。小学生でタバコなんて吸っちゃダメでしょ。同じアパートの住人が注意しても態度を改めなかったぜ。当時の住人曰く、タバコは親公認だったようだ。親が子供のタバコを止めないなんて、おかしいわ。中学生になった塩野はほとんど学校に行かなくなったぜ。盗みや暴行を繰り返し、自宅アパートが不良仲間の溜まり場になったんだ。アパートの敷地内で夜中までスケートボードなどで遊び、騒音で住民を悩ませてもいたぜ。騒音問題は深刻よ。周りの迷惑を顧みないなんて最低だわ。同級生の男性らは塩野について、自分より弱い人間をいじめ、強い不良仲間にはパシリのように使われていた、と証言しているぜ。アパートの男性も、こちらが本気で怒鳴りつけて叱るとさっと逃げていった。悪ぶっていたが、逃げ足が速くて根性はなかった、と同様に語ったぜ。集団で群れていれば息がるけど、本当は根性なしだったのね。塩野はその後も、不良グループの一員として盗みなどを繰り返す生活を送っていたぜ。そして中学卒業後は16歳まで会社員として働いていたぜ。だが、1991年から定職に就かず事件当時は無職で、親に買ってもらった外車を無免許で乗り回していたぜ。かなこさんのブーツやバッグが見つかった山梨県内の山林は、塩野のドライブコースの一つだったんだ。塩野を知る人は、とにかく車で出かけてばかり、あてもないのに車を走らせてた感じ。ただ、助手席に乗ってる女性はしょっちゅう変わっていたから、見た目の割には女遊びが派手だなと思っていた、と取材に答えているぜ。免許もないのに外車を買い与えるなんて親が甘すぎるわ。それとも塩野が怖くて言いなりだったのかしら。親子関係については判明していないんだ。塩野は働き始めても職場を転々として、一時はホストをしていたこともあったぜ。どうやら喋りが上手くて、激しく迫るタイプだったようだ。他にもパチンコ店に入り浸っていた時期もあるぜ。親分のような人からお金をもらってスロットで稼いでいたとの話もあるんだ。親分、塩野は地元の暴力団関係者と交流があったんだ。だから近所の住民は、今回の事件について、ついにやったかと思ったそうだ。あそこの親は子供の素行が悪くても野放しにしていた。塩野容疑者は落ちるべくして落ちた、と語る男性もいたほどだぜ。親が放任していなければこんなことにはなっていなかったかもしれないわね。そうかもな。塩野の逮捕が明らかになった日、母親はインターホン越しに、うちの子が悪いと決まったわけではない。女性に非があるかもしれない、と逆切れしたぜ。でも塩野は薬物を斡旋していたじゃない。その通りだ。それに知人らに対して自らをブローカーと称していたそうだから。やはり女性を利用して現金を稼ぐ、
大掛かりな組織に関与していた可能性は高いぜ。そんな息子をかばうなんて、本当に息子を愛しているなら更生を促してほしかったわ。塩野は監禁容疑によって逮捕されたが、その後証拠不十分で処分保留になっているぜ。塩野がかな子さんを殺害した可能性は十分にあり得るんだが、証拠がないことや死体が見つかっていないからな。それ以上追及することはできなかったんだ。かな子さんの失踪には絶対に深く関わっているはずなのに悔しい結末ね。塩野は逮捕時に6袋に小分けにした。覚醒剤の他にも注射器と向精神薬を所持していたため、覚醒剤取締法違反など違法薬物の使用や所持で起訴されるのみとなったぜ。かな子さんの捜索は現在も続いているぜ。その裁判はどうなったの？2008年7月7日に東京地裁で開かれた初公判では、覚醒剤約 1.8g と MDMA 約 1.3g の所持、車内で覚醒剤を注射したという起訴状が読み上げられて、塩野はこの起訴事実を認めたぜ。塩野の発言によると、覚醒剤を始めたのは21歳で、初めは1ヶ月に1回使う程度だったが、どんどん薬が欲しくなり、一時は毎日のように使っていた時もあった、と語っているんだ。塩野は覚醒剤の中毒症状で、上告書の文字も書けない状況だったようだな。怖すぎるわ。薬物の依存性って恐ろしいのね。また、ロニーという売人から電話でまとめ買いしていた事実や、サービスで MDMA や大麻をもらうこともあったこと、覚醒剤は女の子と使用したり、仲間に売っていたことを明らかにしたんだ。また事件の日についても話が及んだぜ。車内で覚醒剤を使用した夜から、次の日の5時まで効果があったことも語っているんだ。かな子さんが失踪した時、塩野の覚醒剤の効果は切れていなかったのね。塩野は裁判で、こういう事件が起こらなかったら覚醒剤の本当の怖さもわかんなかったと思います。本当の自分を初めて見つめ直せたというか、昔の自分に戻れたというか、この事件が辞めるきっかけだと思います。薬をやっていない今の方が楽だし、今の自分が好きなんです。前みたいな自分に戻りたくないです。と語っているぜ。確かに塩野が反省するきっかけにはなったけど、かな子さんは行方不明のままよ。かな子さんのご両親からしたら耳を塞ぎたくなるような話だわ。そうだな。そして同年の7月17日に判決が下ったんだが、東京地裁は、キメトモと称する仲間にも覚醒剤を譲るなど、薬物に対する常習性には憂慮するべきものがある、とした上で、反省し二度と薬物に手を出さないと誓っている、と述べ、覚醒剤取締法違反として、懲役2年と執行猶予4年の判決を言い渡したぜ。かな子さんの件は罪にならなかったの。悔しいことにかな子さんの失踪に関与したことと薬物を投与したこと、かな子さんを監禁したことについては証拠不十分で処分保留となったんだ。そんなの実質無罪と一緒じゃない。許せないわ。11個目、徳島県自衛官変死事件。まずは事件の概要から解説していくぜ。変死ってことは不可解な死を遂げたってことだよね。確かに一般的に変死は不可解な死を遂げたことを指す場合が多いけど、場合によってはある人が死亡してから24時間以内に、医師の死亡診断書が書かれていない状況の事例を変死と呼ぶ場合もあるぜ。そのため警察も変死が発生すると、死因が事件に起因していないか色々と捜査することになるんだ。なるほどね、警察も色々と大変だね。警察の世界には検視官と呼ばれる人がいて、その人たちと医者、法医学関係、が協力して、対象者の死因を調べていくことになるんだ。法医学教室だね。話を戻すけど、徳島県自衛官変死事件とは、1999年12月25日に起こった自衛官の変死事件のことだ。広島県の海上自衛隊第一術科学校勤務だった海上自衛官の A さんは、1999年12月25日に休暇を取って、実家がある徳島県に帰省していたぜ。どうして A さんは帰省したの？それは A さんが当時付き合っていた彼女と、神戸にドライブデートをするためだ。あ、そうか、12月25日って世間はクリスマスだもんね。それからドライブデートを終えた A さんは、自宅から 60km 離れたところで、死体となって発見されたんだ。え、どういうことなの？何か事件に巻き込まれたの？その前に事件が起きるまでの経緯を解説していくぜ。一体どのような経緯で、A さんが変死で発見されたのか気になるよ。先ほどの事件の概要と少し被るところはあるけど、1999年12月25日、海上自衛隊第一術科学校勤務の海上自衛官だった A さん、当時33歳、は帰省し、彼女とドライブデートで神戸に行ったんだぜ。それからドライブデートを終えて19時頃に、A さんは実家に戻るはずだったけど、戻ることはなかったんだ。
じゃあ、彼女と食事を終えてから A さんの身に何かがあったんだね。それから翌日になり、自宅から 60km も離れた阿南市で A さんの車が見つかり、警察から遺族に連絡を入れることになったんだ。もしかして、車の中に A さんがいたの？いや、この時の警察の連絡は、通行の邪魔になるから車を移動してほしい、という要請の連絡だったぜ。え、一体どういうことなの？実は車の中に A さんは乗っておらず、道路上に放置された状態で発見されたんだ。何かの事件に巻き込まれたのかな？警察からの連絡を受けた家族は A さんの車が、放置されている場所に向かっている最中、もう一度警察から連絡が来たんだ。今度はどんな内容の連絡だったの？橋の下の河川敷で A さんが遺体となって発見されたのが報告されたんだぜ。え、橋の下で、一体どうなっているのよ。警察から連絡を受けた家族は放置された車の件、A さんが遺体で発見された点に関して、何らかの事件に巻き込まれたと考え、警察にすぐ捜査を行うように依頼したんだけど、警察はすぐに捜査を行うことはなかったんだ。これだけ不審な点がたくさんあるのに、警察は捜査を行わなかったの？当時の警察は、A さんが自殺した可能性が高いと判断して、すぐに捜査を行わなかったと言われているんだ。本当に自殺だったのかな？自殺にしては不審点が多いような気がするけどね。また、警察がすぐに捜査を行わなかったのは、この事件には深い闇が隠されていたからなんだ。深い闇って何なの？後ほど解説するので、今は保留にしておくな。わかったよ。A さんの遺体が発見されてから、翌日に警察は自殺と他殺の両方で捜査を開始することになったんだが、他殺の捜査は予想より早く打ち切られてしまうことになったんだ。それからしばらくして A さんは自殺だと警察が判断し、捜査自体が打ち切られることになったんだぜ。え、そうなの？警察は A さんが自殺したという明確な証拠を掴んでいたんだね。いや、警察は明確な証拠を掴んでいなかったと言われている。じゃあ、結局 A さんが亡くなった真相は明らかになっていないの？残念ながらそうだぜ。それで遺族は警察に再捜査を行うように言わなかったの？もちろん、自殺という警察の見解に納得できない家族は警察に再捜査を依頼し、警察は再度捜査を行ったんだが、結局は自殺という見解を示しているぜ。一体どうしてそうなるんだろう。不審点はたくさんあるのに。ここからは徳島県自衛官変死事件に関する不審点をまとめていくぜ。さっきの話以外に不審点が他にもあったんだね。まず、一つ目の不審点は A さんの遺体の発見場所がおかしいということだ。A さんは車から離れた河川敷で発見されたね。その通りだ。だけど A さんが発見された場所は、一番近くの橋から約 4.2 メートル離れていたんだ。この 4.2 メートルに関しては、高さ15メートルの直下から算出した数字だぜ。つまり A さんは高さ15メートルの橋から転落、または転落させられて 4.2 メートル離れた場所で発見されたわけだね。そういうことだぜ。実は A さんが発見された川は水深が極めて浅く、よほどの豪雨が降らない限り、水深が変わる場所ではないと言われているぜ。なるほどね。じゃあ仮に A さんが橋から自殺を図ったとしたら、橋の直下で発見されないとおかしいってことになるわけだね。そういうことだ。また、橋から 4.2 メートル先で発見されるには、A さんが走りながら川に飛び込んだ。または誰かが橋から降りて A さんの遺体を遺棄した。この二つの可能性が高いと言われているんだ。なるほどね。一つ気になるけど、橋の上から A さんを誰かが投げたとは考えられないの？それに関しては否定されているな。なぜなら A さんは一般的な男性に比べて体格が良く、とても 4.2 メートルの距離を橋から投げることは不可能だと考えられている上に、橋から A さんを落としたのであれば、遺体に損傷があるはずだけど、その損傷がなかったんだぜ。じゃあ、誰かが A さんの遺体をそっと置くように遺棄したとしか考えられないわね。状況から考えるとそうなるんだ。またこの件に関してもう二つ不審点があるんだ。それはどんな不審点なの？それは車が放置された場所から橋まで、足跡がなかったと言われている点だ。え、そうなの？じゃあ、A さんが橋から飛び降りた可能性は低いってことになるんだね。その通りだぜ。そしてもう一つの不審点が橋の欄干に指紋が検出されなかった点だぜ。それはつまりどういうことなの？橋の欄干とは一般的に橋の手すり部分に当たるところを言うんだ。つまり、欄干に指紋が検出されなかったってことは、A さんが橋の手すりに手をつかずに、川に飛び込んだことになるんだ。それはおかしいわね。それで欄干の高さはどれくらいなの？85センチだぜ。え、85センチ。普通だったら橋に飛び込むことはできないと思うけどね。また、A さんは司法解剖が行われた際に、転落前にできたとされる大動脈損傷が発見されているんだ。
この大動脈損傷を警察は、エアバッグが作動した際にできたものだと考えたみたい。だけど専門家はそのことを否定しているぜ。確かにエアバッグは作動しただけで、大動脈損傷ができるとは思えないけどね。また、仮にエアバッグが作動したことにより、大動脈損傷ができたとすれば、胸の広範囲に圧力がかかった痕跡が残るはずだ。だけど A さんの胸には1点だけ圧力がかかった痕跡しか残っていなかったんだぜ。じゃあ、エアバッグによって、大動脈損傷ができた可能性は限りなくなさそうね。その他にも、遺族の証言では、A さんの上着には炎上の圧痕があったと言われているんだ。上着にあった炎上の圧痕が大動脈損傷につながったと考えるのが自然ね。だけど、警察は圧痕について、A さんの衣服を確認した際にそんなものはなかった、と事件後に話しているんだ。遺族と警察の話が食い違っているわね。また、遺族は A さんの履いていた靴の左足が異常に擦れた跡が残っていたと証言している。それってさ、A さんが誰かに引きずられた可能性が高いってことじゃないの？その可能性は極めて高いと思うぜ。そして、最大の不審点が A さんが乗っていた車に不審な傷跡がいくつも残っていたことだ。それだったら A さんが誰かに襲われた可能性が高いんじゃないの？一般的な考えだったら、その可能性が高いと考えるだろうな。それでさ、警察はその車の不審な傷についてどう説明しているの？警察は車の傷について、レッカー移動をする際にできたものだと解説しているぜ。ただ、レッカー業者は、レッカー移動する際に多少の傷がつく可能性は否定できないが、車の天井に傷が入ることは絶対にない、と語っているんだ。車の天井の傷って？実は A さんの車の天井には、何かで叩かれたような傷があったんだ。そうなの。もうここまで来るとさ、完全に自殺とは思えないわ。それに加えて、A さんが自殺するような理由が見当たらなかったんだ。なるほどね。でも結局警察は自殺と判断しているんでしょ？いろいろとあったがそう判断しているぜ。それはどうしてなの？警察の発表によると、A さんが自殺した理由は、車が事故を起こしてしまい、そのことに対して怒り A さんが自殺したと考えたからだ。かなり無茶苦茶な理由だと思うけどね。もしかして、彼女と何かあったのかな？いや、彼女との関係は良好で周囲も、二人はやがて結婚すると考えていたそうなんだ。また、事件発生時に彼女は、A とはいつも通り会って、食事をしました。別れ話とかそんな話は一切していない、と語っているぜ。なるほどね。それだったら警察が考えた自殺の理由がかなり変に思えるわ。そう、この事件は自殺と考えることは難しいと言われている。なぜなら、自殺とは思えない不審点が多くあるからだ。さらに、この事件にはある闇が隠されていると言われているぜ。その闇って何なの？それは警察の捜査をねじ曲げることができるくらいの大物人物が事件に関わっている可能性が高いことなんだ。どういうことなの？ここまでの内容からこの事件は自殺ではなく、他殺の可能性が極めて高い。しかし結局、自殺として処理された。つまり、何か大きな力が働いて、他殺が自殺に変わったってことなの？その可能性が極めて高いと言われているぜ。でも、そんな大物の人物がどうして、A さんと接点があったのか気になるわ。それに関しては直接大物の人物が A さんと接点があったわけではなく、その息子が A さんを殺害してしまったとネット上では考えられているんだ。つまり、息子が起こした事件を父親が権力を使って隠蔽した可能性が極めて高いってことなのね。そういうことだぜ。じゃあ、誰が A さんとトラブルになったの？それは、暴走族だぜ。暴走族？実は事件が起きる前から事件現場付近を、何度も暴走族が走っている姿を、地元の住民が目撃しているんだ。さらに目撃情報をまとめると、鉄パイプのようなものを持った二人乗りのバイクが白い乗用車を襲っていた。頭に何か被った人が火花が散った車を運転していた。遺体があった橋の下を覗いていた三人の男がいた。事件当日に現場で被害者の車両とともに二台の車両が停車していた。などの証言が確認されているぜ。目撃証言を聞いた限りでは、犯人は暴走族の可能性が極めて高いじゃん。そのため、ネット上では、車の天井の傷は暴走族が鉄パイプで叩いたからできた。大動脈のピンポイント損傷は鉄パイプで思いっきりついたから。橋までの足跡がない件については暴走族が引きずるように運んだから。上着の炎上の圧痕については鉄パイプでついた跡ではないか？橋直下から 4.2 メートル離れ、欄干に指紋がない件については、暴走族に投げるように転落させられたから。事故現場から 8km も離れた場所で破損した車が見つかった件については、暴走族から逃げていたからと考えられているぜ。すべての不審点の辻褄が合うね。でも、暴走族と大物な人物との接点がわからないわ。
一説によると、衆議院議員を務めその後、阿南市の市長となった人物の息子は、地元では有名な暴走族だったそうだぜ。じゃあ、息子が起こした事件を父親が、権力を使って隠蔽した可能性が極めて高いわね。まあ、あくまでも可能性が高いだけであって、真実は現在もわかっていないけどな。この事件は様々なところで反響があり、現在でも色々な考察が行われているぜ。確かに不審点が多すぎて色々と納得がいかないわ。また、遺族は徳島検察審議会に事件の再捜査の申し立てを行ったけど、不起訴処分相当の結論が出され、それ以降は大きな動きはないな。これも誰かが圧力をかけているのかな？それはどうだろうな。ただ、徳島県検察審議会が出した結論によって、現在のところ警察の再捜査は行われていないぜ。その状況でも遺族は必死に当時の情報提供を求め、A さんの妹は本を出版している。遺族にとって事件はまだ終わっていないことは間違いないね。一日でも早く事件の真相が明らかになってほしいわ。12個目、SM クラブ下克上殺人事件。何か事件のタイトルがかなりアレなんだけれど、どんな事件だったのかしら？まずは事件の概要から解説するぜ。SM クラブ下克上殺人事件は、1995年12月21日に東京都品川区五反田で起こった殺人事件だ。S な犯人が M な被害者を殺害してしまったという事件じゃないわよね？それは深読みしすぎだぜ。最も凶悪犯は、S 気がある人が大半かもな。だよね。M な凶悪犯なんて聞いたことないわ。詳しく聞かせてくれる？まずこの事件の主犯、睦田真嗣は、1970年生まれで、大学中退後、渡米したんだ。渡米？アメリカには何しに行ったの？留学とか？ま、半分当たっているかな。睦田はフリーターのみで渡米したけど、目的はデザインの勉強のためだったんだ。あら、ちゃんとした立派な目的があったのね。デザイナー志望だったのね。ああ、アメリカンドリームでも夢見てたかもしれないな。少年よ大志を抱けってね。ところが睦田は、志半ばで道を踏み外し、暴力事件を繰り返し、金品を巻き上げるなどの犯行を犯していくんだ。え、アメリカで？逆に危険な目に遭うような気がするんだけど、銃社会だし、護身用のピストルを所持している市民も多いんじゃないの？確かに霊夢の言う通り、それは言えているな。日本人は舐められやすいとも言うわよね。ああ、だけど睦田はそれが原因で、アメリカの警察に逮捕されてしまうぜ。まあ、そうなるわよね。なんでそんな犯罪に走ってしまったの？睦田が道を踏み外した理由は、見知らぬ土地で金銭的に困窮したのもあっただろうけど、かつて自分が信じていた人物に裏切られたために人間不信に陥り、金銭だけを信じるようになっていったのも大きかったそうだ。そんなのただの言い訳に過ぎないわ。どんな理由があっても、犯罪は絶対ダメよ。アメリカで保釈された睦田は、日本に帰国し、双子の兄と共に東京の品川区五反田の SM クラブで働き始めたぜ。双子も意外だけど、なんで兄弟で SM クラブなのかしら？もともと、兄が働いていたから、それを頼ってきたんだろうな。なるほどね、納得だわ。しばらくして、そのクラブの売り上げが伸び悩んだため、経営者である A さんがクラブの売り上げ次第で、売り上げの 5% を報酬として出すことを睦田に約束したんだ。経営者は別にいて、馬に人参ぶら下げる方式で睦田のやる気を煽ったのね。その A さんはどんな経営者だったの？経営者の A さんは慶応義塾大学を卒業後、大手不動産企業に就職したんだけど、1年で退社し、自ら不動産事業を立ち上げたんだ。なかなかのエリート人生だったのね。それで不動産事業は成功したのかしら？いや、その事業は失敗に終わったぜ。その後、A さんは風俗コンサルタントと知り合い、セミナーに参加し、風俗経営のノウハウを学ぶんだ。不動産業から、随分と離れた業界を選んだわね。そして、1993年頃から風俗店の経営を自ら始めるようになったぜ。それが SM クラブというわけね。でもその頃って、バブル経済が弾けた頃じゃないの？霊夢の言う通りだ。世の中は不景気に陥ったんだけど、A さんは事件が起きたマンションの部屋を含め、計6店舗の経営を手掛けていたぜ。6店舗も経営していたのね。結構やり手だったのかな。そんな A さんにとっても、経営のセンスという観点から見ると、睦田は一目置く存在だったんだ。睦田も、かなりのやり手だったんだろうね。もともと金銭に対する執着心が強かった睦田は、やる気満々で1ヶ月で月の売り上げを、1000万円以上にまで伸ばしたそうだ。つまり、最低でも50万円のインセンティブをもらえることになるわよね。だけど、A さんは約束の報奨金を払わず、
睦田に対して、文句があるならやめろ、と詰め寄ってきた。それは A さんまずいわよ。約束はきっちり守らなきゃ。このことが原因で、睦田は A さんに不信感を持ち、憎悪を抱くようになったんだぜ。それは仕方ないわよね。お金のために身を粉にして働いたんだろうから。さらに A さんは、新しい店長として B さんを連れてくると、睦田の不信感はさらに強まっていったんだ。B さんは有能なスタッフだったの？いや、B さんは店長としての技量がなく、実際の経営は睦田が相変わらず担当していた。あちゃー、ダメダメじゃん。だから、B さんは経営の方針をめぐって睦田とたびたび対立したぜ。でしょうね。どんな部分でぶつかったの？睦田はあくまで、経営はギリギリの法律に則って行っていたんだけど、B さんは警察に摘発されかねないことを平然としようとしていたんだ。こればかりは睦田に軍配が上がるわよね。摘発されたらアウトじゃない。挙句の果てには、A さんと B さんは結託して、睦田兄弟を解雇に追い込もうとしたんだ。それは理不尽な仕打ちよね。このことが睦田に事前に知られることになり、睦田は解雇される前に兄、さらに A さんと B さんに不満を持つ同僚を引き込んで、殺害計画を立て始めたぜ。いくら恨みが募っても殺害は絶対にダメよ。1995年12月21日、まず B さんが睦田兄弟によって殺害されたぜ。恨み骨髄に徹する。ついにやっちゃったのね。勤務明けに B さんが眠っているところを兄弟で共謀し、事前に準備していたバタフライナイフや斧で殺害したんだ。ナイフと斧で、凄惨な殺害現場だったろうね。ところが兄は、B さんを殺したショックから体調を崩してしまったんだ。普通はそうなってしかりよね。人を殺害して平然としている方が異常よ。そして睦田は、12月22日に従業員の面接を口実にして A さんを呼び寄せ、兄とは別の同僚と共謀して A さんを殺害したんだ。ためらいもなく睦田は A さんも殺めたのね。経営者と店長を殺害したから、下克上殺人事件、と呼ばれているのね。そして二人の遺体を他のシーラ三人に命令して、コンクリート詰めにした上で木箱に入れて、茨城県の鹿島港に遺棄したぜ。鹿島までコンクリート詰めにした遺体を運んだのね。1996年9月に後の供述通り、鹿島から腐乱した遺体が引き上げられたぜ。二人を殺害後、睦田は A さんのカードを使って預金を引き出し、現金約4000万円を強奪したぜ。4000万円も、お金の執着心が強い睦田だもん。そりゃやるわよね。さらに睦田は、A さんの SM クラブも乗っ取って、1億円以上の利益を上げたそうだ。経営センスは抜群だったというわけね。だけど、A さんの両親から警察に捜索願いが出され、その捜索により A さんの預金を引き出したシーラが詐欺の容疑で逮捕された。そりゃ足がつくに決まっているわよね。睦田も捕まったの？仲間が逮捕されたことで逃げられないと悟った睦田は、自ら警察に出頭して、殺人などの容疑で逮捕されたぜ。実施したのね。逮捕後の睦田はどうしていたの？睦田は獄中において哲学に目覚め、自らが犯した罪の重さに気づいたみたいだ。時すでに遅すぎだけどね。後の祭りよ。裁判でも遺族に反省の弁を述べていたぜ。これも今さら感が強いわよね。判決はどうだったの？裁判では犯行の首謀者と認定され、その殺人の計画性、残忍性などから東京地裁で1998年6月5日、求刑通り死刑判決が下されたぜ。やっぱり極刑になるわよね。控訴はしたのかしら？ああ、弁護側は自首も反省もしているし、量刑が重すぎではないかとして控訴したぜ。それで高裁の判決はどうだったの？東京高裁で2001年9月11日に棄却され、弁護側はさらに上告したんだ。結局はダメだったのよね。2005年10月17日に最高裁で上告が棄却され、死刑が確定したぜ。結局、死刑になるわよね。双子の兄はどうなったの？睦田の兄は弟に準じる存在と認定され、求刑通り無期懲役が言い渡され、死体遺棄詐欺などに加わった他の仲間も、それぞれ有罪判決が下されたんだ。それぞれ相応の判決が出たのね。そして2008年6月17日、東京拘置所において睦田の死刑が執行されたぜ。判決から3年足らず、執行まで意外と短かったわね。まあ、冤罪ってことはありえないし、当時の法務大臣も死刑執行の判を押しやすかったんだろうな。後から真犯人が出てくる可能性はないからね。同日には東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤ほか、宮城県などで2件の保険金殺人を犯した死刑囚の死刑も執行されたんだ。世間を騒がせた事件の死刑囚がまとめて執行されたのね。13個目、日本赤軍最高幹部、重信房子。
まず簡単に、日本赤軍について紹介させてもらうぞ。連合赤軍とは違うんでしょ？ああ、混同されやすいが、日本赤軍と連合赤軍は違うものだぜ。日本赤軍とは、1971年から2001年まで存在した、日本の審査翼系の国際武装組織、ゲリラ組織、テロ組織の名称だ。1971年、赤軍派の重信房子、現、兄弟パルチザン、の奥平剛の2名は、赤軍派の国際根拠地論に基づき、偽装結婚をしてパレスチナへ赴いた。パレスチナ人民解放戦線 PFLP へ国際義勇軍として参加したが、当時は独立した組織としての認識はされておらず、自称もアラブ赤軍、赤軍派アラブ委員会、革命赤軍などだったんだ。まだしっかりと日本赤軍というわけではなかったのね。ああ、正式に日本赤軍と名乗るようになったのは1974年のことだ。理由としては、パレスチナ解放人民戦線にドイツからも赤軍派を名乗る組織である。ドイツ赤軍も義勇兵として参加していたため、それとの区別のために日本赤軍を名乗るようになったぜ。日本赤軍が何か起こした事件ってあるの？もちろんあるぞ。じゃないと逮捕されたりしないからな。1972年、テルアビブ空港乱射事件では、パレスチナの武装グループと連携して、イスラエルのロッド空港で、搭乗客や駐機中の旅客機を対象とした、無差別乱射事件を起こしており、一般市民を中心に100名以上の犠牲者を出したんだ。この事件はパレスチナ解放人民戦線が主導で行われ、日本人メンバーは義勇兵での参加となったが、日本の赤軍派、後に、日本赤軍、として報道され、中東欧米日本などで注目されたんだ。それだけのことをやれば注目もされるわよね。また、イスラエルの空港で乱射事件という、生還の期待ができない、最初から自分の命と引き換えに成果を得ようとした行動は、パレスチナの人々には衝撃的で、後の自爆テロという、ジハードのあり方にも影響を与えたという意見もあるそうだ。それから、ダッカハイジャック事件などで依然逮捕されていた過激派グループのメンバーなどの、釈放を要求したんだ。1977年のダッカ日航機ハイジャック事件、当時の日本は、テロ事件に対応できるほどの体制が整っておらず、日本航空の旅客機が乗っ取られてしまったんだぜ。そして、日本赤軍の要求に応え、過激派メンバーなど、6人の釈放と身代金600万ドルを渡すという、情報規的措置を取り、これがきっかけとなって、日本警察は、特殊部隊である、SAT を発足したんだ。SAT の発足にはそんな裏事情があったのね。ざっと説明したが、日本赤軍についてはこんなところだ。それでは肝心の重信房子の生い立ちを紹介するぜ。重信房子は1945年、東京都世田谷区で4人兄弟の次女として生まれたぜ。父親は重信末男といい、政治活動家である四本義隆と同郷の鹿児島出身だ。父親は、第二次世界大戦前の血明弾事件に関与した、右翼団体近景学園の門下生だった。この近景学園というのは、1926年に改築された右翼団体、愛国団体に分類されるんだが、終戦後、GHQ の指示によって解散させられているんだ。房子の父親は血明弾事件に関与しているの？誤解されがちだが、房子の父は門下生だったというだけで、血明弾事件とは何の関係もないぜ。話を戻すが、房子はこの父の影響を強く受けていた。少女時代には、小さな親切運動という活動にも積極的に参加し、また、文学少女でもあり、本を読んだり、自分で小説を書いたりするのが好きだったそうだ。さらに将来の夢は教師だったみたいだな。いかにもおとなしそうな子が、どうしてそんな過激派になってしまったのかしら。それもこれから解説していくぜ。東京都立第一商業高校を卒業後、キッコーマンで働きながら、小学校教諭を目指していた房子は、明治大学文学部史学地理学科の、夜学に通うようになるんだ。大学では一時期、明治大学雄弁部に参加し、さらに文学研究会に入会して、一期、という見込み紙を出していたそうだ。大学入学後、2年時に文学研究会が属していた研究部連合会の、事務長を務めていた房子は、学費値上げに絡んで、明大闘争に参加しているんだ。大学での出来事が絡んでいるのかしら。まあ、天気ではあっただろうな。この明大闘争に参加した際に、後に連合赤軍山岳ベース事件で、リンチ殺人の犠牲者となってしまった遠山美恵子と知り合うことになる。明大闘争において、全学連における立場を失墜させた。共産主義者同盟の再建に協力してほしいとオルグされ、加入しているんだ。このオルグとは、団体が組織拡大のため、主に労働者や学生に対して、宣伝、
勧誘活動で構成員にする行為、あるいはその勧誘者のことを指す言葉だ。オルグを担当する者をオルガナイザーと呼ぶんだぜ。だんだんと話がややこしくなってきたわね。今回はテーマがテーマだからな。なんとかついてきてほしいんだぜ。フサコは系列の明大現代思想研究会、二部の社会主義学生同盟の責任者として、活動し、神田カルチェラ担当層にも関わったんだ。その後、分裂した共産主義者同盟赤軍派に創立メンバーとして加わったぜ。一つ一つ説明したいところなんだが、それをやっているととんでもない長さになるから、気になった単語やわからない単語があった人は各自調べてみてくれ。後で調べてみるわ。理解できるかどうかわからないけれど、ここからは、前述した、日本赤軍、の項目の繰り返しとなるが、ご了承願うんだぜ。フサコは、国際根拠地論、に基づいて、パレスチナに海外基地を作ろうとするんだ。1971年2月2日に神戸市で、京都パルチザン、の奥平剛との婚姻届を提出後、奥平フサコ、戸籍を得て、2月28日に出国しているぜ。1972年の時点で、結婚相手の奥平剛とは、偽装結婚であると報じられており、潜伏先のベイルートでは別々のアパートを借り、現地の日本人に、あの人は本当の夫ではないんです、と話していることが、根拠とされているんだ。ちなみに奥平剛は、前述したテルアビブ空港でのテロ事件で死亡している。そしてフサコはその後、パレスチナ人男性と結婚をしているぜ。まあ、旦那さんとは偽装結婚だったわけだし、死亡しているわけでもあるから、その後に結婚しても問題ないっちゃないわよね。でも潜伏しているのに、なんでわざわざ現地の日本人に、言いふらすようなことしたのかしらね。その辺は本人のみぞ知るってところだな。そして、フサコや奥平は国際義勇兵としてパレスチナ人民解放戦線に参加し、革命運動を主張して、レバノンのベカー高原を根拠地に軍事訓練を行っているんだ。このため、前述した通り、独立した組織との認識はされておらず、様々な名前を自称しているぜ。1972年5月にはテルアビブ空港事件後、パレスチナ解放人民戦線とフサコの共同声明の中で、日本赤軍結成の日、との表現が用いられたが、組織名称を公式に、日本赤軍、としたのは、後の1947年のことだ。フサコは、日本赤軍、の最高幹部となり、1980年代にかけて、世界各地でハイジャック事件や誘拐事件を含む、多数の日本赤軍事件を起こし、ドイツ赤軍や赤い旅団にも影響を与えたんだぜ。フサコの逮捕はいつのことになるのかしら？ここからは、フサコが逮捕されるきっかけとなった事件、ハーグ事件、について解説していくぜ。ハーグ事件、とは、1974年9月14日に、オランダのデンハーグで起きた。日本赤軍、によるフランス大使館立てこもり、人質事件だぜ。9月14日午前0時20分、奥平純三、和光春を、西川純の3人は、フランス大使館に拳銃、手榴弾で武装し、侵入し、大使ら11名を大使室に監禁したんだ。ちなみに、この奥平純三は奥平剛の弟だ。人質を取って大使室に立てこもった和光らは、古屋、という偽名を使っていた。山田義明の引き渡しに加えて、脱出用の航空機を呼び、慰謝料の100万アメリカドルを要求した。この間、人質救出を試みたオランダ警察と打ち合いになり、オランダ警察の警官2名が重傷、奥平も右上腕部を負傷したんだ。まさに過激派って感じになってきたわね。翌15日には、パレスチナ解放人民戦線のテロリストで、コードネーム、カルロス、という男が、和光らに呼応する形でパリで爆弾テロを起こし、2名が死亡、34名が負傷しているんだ。これにより、フランス当局にプレッシャーをかけた。9月17日、交渉の結果、オランダ政府が30万ドルを払い、フランス政府は要求を飲んで山田を釈放、国外逃亡用のボーイング707も用意されたんだぜ。9月18日午前6時7分、山田と金を受け取った3人は、人質を全員解放し、同日午前6時26分、スキポール空港を飛び立っている。これが、ハーグ事件、の概要だ。フサコが出てきてないけれど、どこで何をしていたの？この時フサコは、武器調達や、解放された仲間を受け入れる国との調整を、パレスチナ解放人民戦線に依頼するという、重要な役割を担っていたんだ。この後詳しく解説するが、フサコは、ハーグ事件、における首謀者として見られていたようだな。それではここからは、ハーグ事件、から重信フサコの逮捕までを解説していくぜ。前述した通り、フサコは、ハーグ事件、への関与を疑われ、国際手配を受けたものの、逃亡を続け、不法に入手した偽造旅券を使って日本へ入国したぜ。
その後はしばらく大阪府西成区のマンションに潜伏していたんだ。房子が戻ってこれたのは、不法入国だったからなのね。ああ。そして2000年、日本赤軍の支援者を視察していた大阪府警警備部公安第3課は、視察対象者が房子に似た女性と接触していたことを視認し、視察、捜査を開始したんだ。房子は特徴であるほくろを化粧で隠していたが、彼女特有のタバコの吸い方や、房子に似た女が某所で飲んだコーヒー缶から指紋を採取、照合した結果、房子のものと一致したんだぜ。そして公安第3課は、女が重信房子であることを突き止めると、ハーグ事件から26年後の2000年11月8日に、潜伏していた大阪府高槻市にて、旅券法違反容疑で逮捕されることとなったんだ。ここでやっと逮捕されたのね。国外にいたからしょうがないけど、逮捕までに26年は長かったわよね。そうだな。本当にやっと、って感じだな。房子の逮捕の際に押収された資料や、それを報じた新聞などによれば、房子は1997年12月から2000年9月に、他人になりすまして日本国旅券を取得し、関西国際空港から計16回にわたって、中国などに出入国を繰り返している。また1991年から日本での、武力革命を目的とした、人民革命党、及び、その公然活動部門を担当する覆面組織、希望の21世紀を設立してるんだ。それを足がかりとして、日本社会党との連携を計画していたと見られるぜ。一度過激派に染まってしまうと、もう元には戻れないのかしらね。どうしてこう、武力革命に走ろうとするのかしら。解決できないなら武力で対抗するしかないというのも、わからなくはないけれど、この人たちの場合、最初から武力を持ってどうにかしようとしてる印象だわ。平和革命、や、無血革命、といった思想がそもそもないんだろう。世界を変えるためには武力を持って変えるしかないと思い込んでいる部分も、多かれ少なかれあるんだろうな。その思想は私にはあまり理解できないが。そういえば、その、希望の21世紀、についてだけど、結局どうなったの？希望の21世紀、は房子の事件に関連して、警視庁と大阪府警の家宅捜索を受けたが、日本赤軍、とは関わりがないと主張しているぜ。だが、房子が残した多数の証拠品から、支援組織が解明され、会社社長、教諭、医師、病院職員が房子をかくまったとして、犯人隠避の容疑で検挙されているんだ。希望の21世紀の現在を調べてみたが、これといった動きはないが、解散もしていないようで、事実上の活動停止状態にあるといったところじゃないだろうか。なるほどね。それで、房子は逮捕後どうなったの？房子は逮捕後、逮捕監禁罪、殺人未遂罪などでの共謀共同正犯で起訴されたぞ。検察側は、犯行翌日に犯行声明を出したり、その他の、日本赤軍の観光物からパレスチナ解放人民戦線に武器調達や、解放された仲間を受け入れる国との調整を依頼していたこと、事件後の会議で房子が準備不足だったと、反省していたという元メンバーの供述などから、ハーグ事件について、首謀者として犯行を主導したとして、無期懲役を求刑したんだ。それに対し弁護側は事件当時、日本赤軍は組織としての体制を整えておらず、防御があったとされる時期には、房子はリビアにいてアリバイがある、と無罪を主張したんだぜ。なんか無理があるような弁護ね。東京地方裁判所は2006年2月23日に、房子は武器調達や解放された、仲間の受け入れ先の依頼など、重要な役割を担っていたと認定し、アリバイについては房子がアラブ諸国の協力組織を介するなどして、実行犯と共謀しており、アリバイとして成立しないとしたぜ。量刑は、自らの主義や主張を絶対視し、多数の生命、身体への危険を意に返さない、身勝手な犯行で真摯な反省が見られないとしたんだが、その一方で犯行の重要事項については、和光が実行犯として決定しており、房子は中核的な立場を担ったものの、主導したとは断言できないとし、検察の求刑を退け、懲役20年の判決を言い渡されているんだ。控訴はしなかったの？いや、控訴はしているぜ。しかも同日にな、娘である重信名と弁護士が同日に控訴。控訴審では弁護側、検察側両方から、ハーグ事件の武器調達の経緯や指揮系統についての証言が提出された。これは1970年から1980年にかけて、房子と同様に世界各国でテロ事件を起こして、フランスで終身刑に服しているカルロス、元イリーチ・ラミレス・サンチェス受刑者から得たものだ。娘がいたのには驚きだわ。娘はパレスチナ人男性との間に生まれた子だ。そのあたりは割愛させてもらうぜ。話を戻すが、2007年12月20日、東京高等裁判所は一審判決を支持し、控訴を棄却した。房子は上告したが、
2010年7月15日に棄却が決定し、刑が確定したんだ。房子はそれでも上告棄却決定に対する異議申し立てを行ったが、2010年8月4日に最高裁判所第二小法廷は棄却を決定し、懲役20年として1、2審判決が確定し、房子は服役することになった。だが実際は懲役20年、執行猶予3年だったようだから、実質17年の服役というわけだ。え？じゃあもう刑期満了ってことよね？ああ、2022年5月28日に刑期満了となり、東日本成人矯正医療センターから出所しているぜ。医療センター？病気を患っていたの？服役中に癌が発見され、八王子医療刑務所で手術と治療、リハビリを行っていたんだが、同刑務所が閉所するということで、東日本成人矯正医療センターへ、移送となったんだ。そこで、服役しながらリハビリを行っていたそうだぜ。そうだったのね。でもやってることは殺人未遂とか、人の命を危険にさらすような過激な行為だったわけだから、同情はできないわね。そうだな。では最後に、出所後の房子の引きについて、少し見てみるぜ。房子は出所にあたり、再出発するにあたって、という式を残している。それを紹介しよう。新しく社会に参加するにあたって、まず私の逮捕によって被害を受け、ご迷惑をおかけした方々に謝罪いたします。私や、日本赤軍の戦いの中で政治軍事的に直接関係のない方々に、心ならずも被害やご迷惑をおかけしたこと、ここに改めて謝罪します。自分たちを第一としている戦い方に無自覚でもあり無子の方々にまで、被害を強いたことがありました。かつてのあり方を反省し、かつ、日本をより良く変えたいという、願いとともに謝罪の思いを、私自身の今日の再出発に据えていく所存です。半世紀以上も前になりますが、世界も日本も紅葉の中で、反戦平和を訴える時代がありました。ベトナム反戦の戦い、ジェゲバラの訴えに心を動かされ、また大学の学費値上げ反対闘争に私は進んで参加しました。そして、戦いの攻防の中での行き詰まりを武装闘争によって、活路を求めようとした赤軍派に私も加わりました。赤軍派は、戦い、失敗を重ね、弾圧の中で、うまく戦うことができませんでした。武装闘争路線が間違っていたからです。でも当時はそう考えませんでした。出所前にして、厄介なポリープが発見され、出所後の専門医による治療が必要になってしまいました。社会に戻り、市民の一人として、過去の教訓を胸に微力ながら、何か貢献したいという思いはありますが、能力的にも肉体的にも私にできることは、ありません。まず、治療とリハビリに専念する中で、世界日本の現実を学び、新しい生活様式を身につけたいと思っています。そして、求められれば、時代の証言者の一人として、反省や総括などを伝えることを自らの役割として答えていくつもりです。以上が、出所した房子が残した式だったぜ。いろいろと難しい話を紹介したが、今回の事件はどうだった？霊夢。連合赤軍、とか、日本赤軍、とか、ある程度授業で習うくらいで、そこまで詳しくなかったからついていくのが大変だったけど、何がしたかったのか、何がどうなったのかは理解できたからよかったわ。でもマリサもさっき言っていたけれど、武力を持ってどうにかするというやり方は、あくまで最終手段じゃないかな、と思うのよね。それに、そういう思想の人が集まって、そういう思想じゃない人たちを巻き込んで命まで奪うのはどうかと思ったわ。そうだな。できることならそんな過激な手段を取らず、平和的解決を望みたいところだな。しかし今の世界情勢を見ても、武力で解決しようとしている国があったりするし、紛争もなくなってはいないから、結局のところ武力に頼ってしまうのもわからんでもないな。一般市民の命をもてあそんでいいわけではないが、重信房子も、癌を患い、命とはどういうものかと気づいてくれていればいいんだがな。そういえば重信房子って、今いくつなの？今年で77歳だ。癌を患い、リハビリをしている後期高齢者が、あとどれだけ生きられるかはわからないが、その間も、自分が関わったことで奪われてしまった命に対して、精一杯悔いて償ってほしいぜ。出所するにしても、今回はまた大物の紹介だったわね。まさか、日本赤軍の元幹部が出所していただなんて、私も初めて聞いた時は驚いたぜ。まさかもう出所しているとは思わなかったからな。ただ、この人に関しては、もう何もしないというか、何もできないんじゃないか？まあ、もう高齢だし、病気も患っているからね。できることといえば、生涯を通して償うことじゃないかしらね。というか、そうしてほしいわ。というわけで今回は、日本赤軍の最高幹部重信房子について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。